皆様、こんばんは。オータアウトドアーズのオータでございます。皆さん、いかがお過ごしですか？今日はね、なんと、うちのチャンネル5000人を、登録者5000人を突破いたしまして、その記念のライブとしてですね、あれですよ。お約束のライブということでございますよ。ねえ。楽しみでございますが、ちょっとですね、皆さんご多忙のため、若干遅れてる方々おられますので、まあ随時ね、皆さん準備できたら入ってくると、参加してくれるということでございます。さあ、どうです？皆さん、僕はもう本当にね、気分がいいんですよ。今ね、なんて言ったって僕はニセコに行ってましてね。北海道のね、ニセコに行ってたんです。まあ、楽しかったなぁ。まあいろいろありましたけどね。スタートは、まあなかなかのもんでしたけれども。まあそれね、YouTube で先ほどアップしましたので、それもちょっとぜひご覧いただけたらなと思うわけでございますが、いや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 。ラマさんこんばんは。お疲れ様です。お疲れ様です。どんでも、どんでも。後ほどヘッドホンにしようと思うんですけど、これ入ってますか？大丈夫ですか？うん、音は入ってるんですけどね、ちょっと雑味が、雑味が入ってますね。そうか、ストーブを消す。どうですか？あ、もう一回喋ってみてもらえます？テストテストテスト。ちょっと雑味が入りますね。なんだろう。いつもラマさん大丈夫ですもんね、でも。ちょっと待ってくださいね。じゃあストーブじゃないってことはストーブはつけ。ストーブは絶対必要っすよ。寒いから。ストーブはつけましょう。これもあれですかね。皆さん見てるんですか？もうスタートしてます。あ、スタートしてるってことですね。ええ、ちょっと待ってください。私。素が出ちゃった。素が出てしまいました。じゃあどうしようかな。ちょっと近くにチャンさんがいるんで。ありがとうございます。チャンさん、なんかイヤホンないですか？小西くん。はいはい、はいはい、今どちら？今白のりに着きました。おお、白のり。はい、お疲れ様です。はい、ちょっとじゃあご会長させてもらいますね。今ね、せっかくなのでね。はい、みんないるの？いるの、みんないないの？みんないない。はい、どうも。あ、全然いない。どうも。お疲れ様。3人ですよ。ラマくん、そう、なんかね、中島くんはお仕事帰りで、で、イグちゃんとタカトくんは、なんか一緒におられるのかな？で、なんかちょっと遅れまーすっていうことでした。なるほど。そうなんですよ。ギリです、ギリギリ。お疲れ様です。白のり。白のりっす。ロジフィールド？違うな。チャミンゴって。へえ。いや、の多いで100万って言う。うん。サウナ。サウナ。何番？何番だ？どうしようかな。なんでそこ置いた？結構、明日から J4 って大会があって。そうやね。それのスタッフ宿になってるんで。
あ、そっかそっか。みんな他の人映るの？大丈夫？この部屋はね、僕しか今いないんで大丈夫です。あ、本当？はい。ありがとうございます。いやー、ラマさん。そちら、雪どうですか？最高です。雪、あの、昨日、おとといって、ん？なんか聞きづらいな。本当雑音がない。昨日、おととい。ごめんなさいね。はい。緑は大丈夫だ。ネットの問題があるんだ。すごい遅いのね。あ、本当ですか？でもね、ちょっと待ってください、ね。はいはいはい、雑味が。全然大丈夫ですよ。雑味、そう、雑味ね。ちょっと整えたいな。いきなり Wi-Fi ゲットしていて、Wi-Fi の番号。あ、一緒に行ってんの。そっかそっか、出るんだもんね。いきなりは選手です。そうだね。あ、スナフキンさん、ありがとうございます。早速、ありがとうございます。ゴーちゃん、ゴーちゃん、ゴーちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。お、アゾールさん、ありがとうございます。すごいですね、今日は。ねえ、すごいよ。あ、コウさん、ありがとうございます。嬉しいですね。もう300人見ていただいてますね、今。すごいね、やっぱり。すごいね。なんて言ったって、5000人突破記念ですから。ねえ。はい。もうでもね、5600人ぐらいいるのかな。おお、すごい。今。そうなんですよ。どう？お白のり、雪いっぱい？雪、うん、ありそうっすよ、めっちゃ。あ、ほんと？今日とか晴れてたからかな。なんか道にはそんななかったですね。あ、そうなんだ。うん。そっかそっか。いいね。小西くん？はいはい。ですです。ジャッジ。はいはい。はい。ちょっとラマさん喋っていただけます？ですです。大丈夫ですか？ああ、やっぱ雑音が。背中側の。なんだ、小西？小西？もう、携帯であります。はい、すいません。申し訳ないです。小西、ラマさんの声ザザザザって聞こえてた？カクカクしちゃうんで、一回携帯で、はい。はい、わかりました。ああ、なんかいつもの感じね、これ。すっかりいつもの感じね。皆さんもうちょっとお待ちくださいね、皆さん。来ていただくんでね。なんて言ったってあなた、5000人記念ですから。ねえ、本当に。明日は何時からなの？早いっすよ。あ、そう。5時40分にはここ出ないと。え、競技は何時から？競技は、明日ジュニアなんで、なんだで、そんな大会が始まる時ではそんな早くないと思うんですけど、あ、そうなんだ。記事集合ぐらいですね、大体。ネオもかけるも出るよね。そう、ネオもかけるも出るですね。で、高山から二郎と直美っていう、あのスキーヤーも出るんだ。結構、ね、ジュニア60人もいるんですよ。おー、すごいね。始めた頃、5年前ぐらいは、30人集めるもやっとだったっつってて、もう今は80人ぐらい申し込みがあって。あ、じゃあもう定員割れしてるんだ。うん。すごいね。人気が出てますよ、ジュニア。素晴らしい。素晴らしい、素晴らしい。今、パイプの大会でそんなジュニア出る？出ないんじゃないですか。そんないないよね。ねえ。なんかイメージだけどね。僕完全に。スロープだって出ないんじゃないですか。下手したら。そうなんかな。わかんないけど。参加しやすいのかな。フリーライドっつって。ねえ。ねえ、練習してなくても出れるっすからね。滑りでは。そうよね。うん。ああ、そっかそっか。お。アリスさん、ありがとうございます。ありがとうございます。
アウチーさんもありがとうございます。お、ヨシキさんありがとうございます。 X ジャパンかな。あ、佐藤さんありがとうございます。嬉しいですね。ノアカタさんありがとうございます。ありがとうございます。皆様ありがとうございます。あ、ラマさんちょっと待ってくださいね。今ね、皆さん、ライブ参加の準備をしていただいてますんでね、うん、今しばらくお待ちくださいよ。いや疲れてるな。結構ね、今日も一日バタバタだったっすね。本当、今日は何やったん？今日なんか朝から、あの、メイク、ユキイタのゴミを厚しと、うん、週末イベントするんで、あ、本当？ブラントで。うん、それの準備。おぉ。準備してましたね。コースをどこに作るとか。結構特設のコース作るんですよ。お、杉で？地形を。黒姫のね、童話館。へぇ。以上じゃなくて。うんうんうん。そこをどうするかっていうのを現地で打ち合わせしてて。うん。で、それが終わって、今作ってる施設の看板を買いに行ったり、うん、おお、そっか。あれだ、パークのパーク作りが進んでるってことだね。パーク作り進んでますね。そっかそっか。うん。寝てるかい？寝てはいます。寝てる？うん、よかったよかった。寝るようにはしてる。もういい、今日は寝るみたいなのが早めに来るっすね、僕は。9時ぐらいに来る？さすがにそれは無理や。いや、でも、あるよね。寝たいっすね。ん？ 8 時間ぐらい寝たいっすよね。そうやね。でもなんか冬だからね。僕らメインの季節だからね。うん、そうっすね。頑張り時、ね。今、そうそうそう。今頑張り時だしね。よし君、北海道は一泊だったんですか、あれ、結局。いやいやいや、4から7。いや、あれあれ。あ、帰り？うん、帰り。帰り、そう、そう、一泊したの。ああ、いっぱい一泊したの。そうよ。ほんで、あれ見た？ YouTube 上げたん、俺。え、見てない。今日上げたんよ。預言者小西貴文っていう動画を上げたんだから。また見といて、また見といて。はい。うん、面白いから。みんなも見てくださいね。ニセコシリーズの始まりですから、それが。まだ、関温泉終わってないけど。お、ほら、ハヤトが。うん。関温泉スキー場には YouTube 見ましたって来てくださるお客様がたくさんだって、うん、嬉しいね。いや、かなり行ってると思うんですよ。ああ、嬉しい、嬉しい。で、僕、ウェアでいたら、うん。開けられるようになりましたね。めっちゃ。ああ、バレる？バレる。ああ、いいね。遺憾のせいでバレる。いいね。いいこっちゃよ。いいこっちゃ。顔さすのはいいこっちゃ。悪いことしてないからね。そうですね。そうよ。悪いこと何もしてないから。何も怖ないですよ。ああ、何も怖ないよ。すごいたくさんコメントいただいてる、これ。ありがとうございます、皆さん。ねえ。めちゃくちゃ。ん？遅いな。ほんま、でも、結構綺麗に見えてるよ。うん、これはね、今、電話の iPhone でやってるから。あ、そう？パケット大丈夫なの？うん、パケットわかんないっすよ。大丈夫じゃなくなるかも。マジ？うん。だから、パソコンを Wi-Fi につないでやってんすけど。その方がいいよね。ソフトそうと思って。だいたいあれよね。宿の Wi-Fi って遅いよね。なんか、民宿とかさ、うん、ペンションとかさ。みんな、まあ、しょうがないんだろうな。いっぱい使うもんね。ね。本当に本当に。お。お、ポッポ屋さん、ありがとうございます。ポッポ屋さん、ありがとうございます。お、シュホさん、ありがとうございます。C4 や。ラマさん、ちょっと待ってくださいね。C4 やね。C4。あ、かずきさん、ありがとうございます。
嬉しいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。お、トニー、トニオ、ありがとうございます。ありがとうございます。うん。いや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 。え、太田義孝さんって関温泉の動画のヨッシーさんですか？そうですよ。僕ですよ、あれ。やばいね、それ。ねえ、ドッグトレーナーって言われた、あれ僕ですよ。親が来てるんと分かんないもんね。分からへんよね。ここ見てない人はね。そう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 。嬉しいね。あ、ニセコどうでしたかとか、いろいろいただくね。ニセコ面白かったよ、小西くん。ニセコなんかね、良さそうでしたよね。ずっと降ってた。ずっと降ってた。でもね、うん、6日、うん、6日で、6日ちょっと落ち着いたんかな、うん、一瞬。でもまた夜からわって降り出して、うんうんうん、7日ももうずっと降ってて。うん、ずーっとパウダー。そうやね。やばいね。ずーっとパウダーやもん。そんなもん。これがニセコか。あえて本で人が少ないよ。多分、ほんま、いっちゃんあれでしょ。いっちゃん、うん、おらんシーズンちゃいますもん、ね。って言ってたね、みんな。そうだよね。すごかったよ。ほんと、なんか貸し切り。とまでは言わないけど、うん、でももう、全然人に合わんぐらい滑ってて。ね、うん、今週からも控えてるもん。人も多い。やと思うわ。だからもうあのニセコは味わっとかんとあかんよねっていう感じ。そっか、行きたいな。いや、めちゃめちゃ良かったよ。ほんでさ、俺、いっちゃんのとこ行こうと思ってさ、マウンテンキオスク、キオスクマウンテン、コーヒー、うん、コーヒーキオスク、うん、連れてってもらったら閉まってて。ほんで、帰ってきてからいっちゃんに連絡したらさ、うん、そこちゃうって言われて。嘘。ほんまや。誰が連れてったんですか？枝くんって知らん？枝くん知らないですね。あんま、福山の子なんだけど、うん、今ニセコに2シーズンぐらいこもってて、うん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 、その子とね、一緒に滑れて、その時に連れてってくれて、うん、あのセンターフォーの乗り場のホテルのとこっつって、うん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 、そこ違う言うて。そこ今閉めてる言うて。うん、そうなの、そうなの。会津や。あえずやってん、いっちゃん。あらまあ。そうなのよね。久しぶりにね、会いたかったんだけど、まあ、また行ったとき。ね。3月でもね、小西君。ん？ 3 月。小西君3月ね。また予定が決まったらね。そうっすね。ちゃんと確定して、空いてる日が出てきたら、行きましょうよ、どっか。行きたいっすね。楽しいよ、絶対。楽しかったもんだって俺。うん。お、ラマ先生。春頃あれもね、北海道いいかもね。うん、いいよね。終わりかけたら。うん。お、来た。ラマさん。パソコンの調子が悪いので。え、あ、ちゃんと聞こえます。携帯で入ることにしました。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。お手数おかけしました。帽子斜めになってる。やっぱほら、小西くん違うよ。ラーマさんぐらいになると。うん。ヘッドホンが赤いよ。いつも使ってないやつ使って。これ、声クリアですか？うん、クリアですよ、うん。あ、よかった。すごい聞こえます。お、もうすいません。ちょっと出来上がっちゃって。何をしてますよな。グッソンフさん。後ほど東北から帰還する中島先生、お邪魔します。すみません。すごい。ああ、ゲトウ行ってんの、ね、スパチャすごいっすね。すごいっすね。びっくりです。あ、ゲトウ行ってんの。5000人。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます、皆さん。あ、みんな、ラマさん来たよ。
みんな、ま、私来ました。すいません、皆さん。すいません。来たよ、来てくれたよ。そうよ、ゲト行ってんの、長島くん。そうだった、仕事か。まあ。すごいね。めっちゃ良かったみたいな写真載ってたもんね。いや、結構、この2日間は結構降ったんじゃないですか。ねえ。あ、ほら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 。私ってほら、長島くん帰ってきてるわ。あ、やべ、うるさい。こいつを知ってる。あ、今関空着いたって、長島くん。関空そうや。飛行機で行ってたよね。ああ、車で行ってんのかと勘違いしてた。ビジネスマンやね。まあね。すごいね。すごいですね、動きが。ねえ、この間もだって、ニセコ行ってくるってパッて言ってパッと帰ってきてたでしょ。出た、こっそり言ってたね。え、すごかったよね。その時の映像って出てる？まだ出てないよね。多分。おお、すごいよね。お、ありがとうございます。すごい、スクラップさん。ありがとうございます。明日はスキー場でテレビロケ。ほう、テレビロケ。頑張ってください。3000円ちょっと出しといてください。お願いします。ありがとうございます。なんとありがとうございます。何のテレビロケなんだろう。ねえ。ね。テレビ出る人なんかな、うん、芸能人？すごいですね。テレビロケ。ねえ。なんか、MC カズがテレビ出てたらしいね。あの、なんや、激レアさん？激レアさん出てたっすね。ねえ、出てたみたいね。全然見れなかったけど。うん、あのね、虎の服着てたっすわ。虎が呼んでくれてる。あの趣味悪いやつ？うん。見たことない。あの、あの人すごいよね。うん。お、すごい。青森にレッスン来た時に遠くから見てました。あ、最近青森行ったんですよ、私。あ、そうなんすか。はい。動きまくってるっすね。すごいなぁ。あ、これだ。七戸。うんうんうん、町営スキー場？はい。町営スキー場、すげえ。あの、一本しかリフトがないんですけど、へぇ、あの、わざわざ七戸町の町長まで来てくれて。へぇ、すごい。マジで？どうして？いや、ほんとびっくりしました。なんか、滑り降りてったら、なんか、一段がいて、スーツ着て。町長が、うん。あの、七戸町にありがとうみたいな感じで。すげえな。それはなんか、ラマさんのイベントですか？レッスンですか？そうです。あの、キャンプで、うん、DM が来て、うん、ぜひ青森にも来てほしいですって言われたんで、行ったんですよ、本当に。じゃあ、ということで。おぉ。2日間。すげえ。ラマさん、富士坪食ったっすか？はい、食べてないです。富士坪食えるんですか？そう、僕、八戸で富士壺食べたことあって。富士壺って食べれるんですか？と思うでしょ、はい、で、僕も、ええー、と思ったんだけど、うまかったんですよ。うん。またこれが。え、だって富士壺ってこんなちっちゃくないですか？いや、結構ね、結構あるっすよ。これぐらいの高さがあって。ポッとこう、富士山みたいな。お、谷口さん。あ、来ました。谷口さん。谷口さんまだ来ませんね。あ、山先生、ね、限定カラーの DR 決まりましたかって質問が。答えてもいいですか？もちろん。もちろんです。昨年と同じ値段です。おいくら万円？忘れちゃいました。15万円ぐらいかな。そんな高くないです。昨年と多分リアル乗ってる方だと8万ちょっとだったかな。8万9000いくらかな。だったと思います。お、値段変わらない。限定カラーは期間限定ですね。うん、この時期からこの時期までにって言われると、今最近私が SNS で上げている最近の DR の新しいカラーが、うん、手に入ります。なるほど。それは調子がよろしいですか？
そうです、あのこの間追い込まれた時に乗ってた板です。ああ、あれ、はい、調子が良くてもう最高なんですけど、うん、釜を掘られるっていう事実をあれはね、ラマさん、はい、あれはね、たまたまです。たまたまですか、うん、たまたまです。たまたまで釜は掘られますか、はい、たまたまでした、あれね。あ、ほら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 、その話に入ると結構バーって喋りたくなっちゃうんで、まだまだ我慢ですよ、ね、みんな来るまでね。ほら、富士壺はエビの味、ほら、あ、本当だ。僕はね、どっちかというとね、ウニっぽかったんですよ。富士壺、亀の手を塩茹ですると美味しいです。あ、なんかそれも聞いたことある。僕食べたのは富士壺の塩茹で。柔らかいの、ウニみたいに。柔らかいの。コリコリしてる。全然、あの中トロッとしてんの。そうなんや。うん、一回食べてみて。行きたい。あ、ラマ先生、北海道にも来て。ねえ、これね、僕行ってきたよ。僕は言ってくれへんの、誰も。ん来てって言ってくれへん。もう、あれで、こんなにコメント来てるのに、大田さん、ここに来てって言ってくれへんよ、誰も。んいいの、いや、多分、みんな、呼んだら来てくれると思ってないんですよ。それはだって僕もラマさんも行けないとこあるからね。私たち呼ばれれば行けるとこは行きますよ、私は。ああ、マジですか。はい、呼ばれれば行けるとこは行ってます。北海道も呼ばれて実際に行ってますし。あ、そうなんだ。九州も行ってます。あら、九州3つスキー場あるんですよね。あ、イグちゃん来た。あれ、声が、イグちゃん声が聞こえないですね。声が聞こえない。イグちゃんの声が聞こえないですね。うん、そっかそっか。なんか何人ぐらい集まってたら行くとかってあるんですか。私の場合は、まあ、1日10名ぐらいなんですけど、遠方になったら15名まで、うん、おー、そうだね。それ以上はね、ちょっとね、もう見れないですね。ああ、そうだね。15名以上はちょっと見れないです。あ、僕らだって6人だもんね、小西くん。うん、いっぺんに15人見んの？あのゲレンデだけなんで、そのカービングとかで。ああ、それまとめて15人でさあ行きますよって感じ。そうですね、さあ行きますよっていう感じで、結構バンバン滑るシナリオトレーニングって言って、うん、こう滑りますよ、はい、こうやって滑ってきてくださいみたいなレッスンしないんですよ。目的だけ渡して、それを達成するために自分でどうこうスノーボードをコントロールすればいいかっていうトレーニング、もうレッスンじゃなくてトレーニングの仕方なんですね。なるほどなるほど。私がアウトドアガイドとかリバーガイドさんたちを育てるときにやる手法なんですけど。あ、はい、来ました。いっぱい来た。お疲れ様です。谷口さんとイグちゃん、同じところなんじゃないの。カメラ見ろが。カメラ見ろが。しかもこれ面白いのが、こうやったらこっちにいる。それ、いつもライブでこうやってやってるけど、それ本当に隣見たらいるんでしょ。いますよ。本当にいます。困っています。待っていました。若干ローリングしてるね。ありがとうございます。ちょっと伸びない。あと、あっ、きれいだ。つい先ほど、関空に着いたということだったので、そこから、うちにね、言われてますよ。関空まだまだ。あ、痛い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 。これやべえ。見てますね。ダブルイグちゃんお楽しみください。ものすごい上手いし、ちょっとタイムラグがあるんだね、やっぱり。そうですね。ものすごい上手い、タイムラグがある。じゃあ行きましょうか。ね、これ僕のうちの編集室なんで。素晴らしい。はい。編集。あ、伊沢さんありがとうございます。お疲れ様です。
あ、ありがとう。これは、ここで見れるか。あ、見れる。YouTube を。大宮さん、ありがとうございます。ありがとう。何してんの、これ。一画面でいいんじゃない本当に。本当にね。そっちに行って。確かに。ね。確かに。そうですね。それでも1画面に2人映るこの幅で。あ、ちょっと俺の肩幅が詰まっちゃうかもしれないです、ね。そう、僕も結構肩幅。最近も肩幅が広くなった。広くなったんで。若干ハウリングしてますね。ねえ、あ、谷口さんどこ行った？ねえ、してますよね、多分。ただ、椅子をそっちに持ってきますか。ね。こう、こっちに。よし。で、よし。あ、もう離れちゃったんですね。ただ、こっちにします。こっち、幅あんまないですよね。幅が。ぶら下がるの。ぶら下がるの、そこに。ここら辺あんま綺麗じゃないんで。まあ、この辺に。足。これですね。はい。足で。あ、ストーブ切れちゃった。ストーブ切れちゃった。はいはい、僕らこれ一体何を見てるんだろうか、これ。カオスになってるよ。じゃあね、トシキ君。バイバイ。あ、大西さん、ありがとうございます。ありがとうございます。なんかたくさんスパチャいただいてて、ありがとうございます。これね、中島さん、群馬で。おいスパチャしますってことは、中島さん来なかったらずっとスパチャしていただけるってことかな。そうですよね、これね。素晴らしいね。よいよ。谷口さんの声が、届かないですよね。僕のイヤホンにつながっているから。ああ、そっか。なんか、その家楽しそうだね。ね、俺も楽しいですよ。もううちの台座も住んでますからね。行ったら泊まっていい？もう来てください。行く行く。いいなぁ。VR とかもある？いぐちゃん、VR。なんかつけてない？なんかつけて。うわ、それ VR？ 合いますか？あれ、いぐちゃんの声が聞こえなくなった。合いますか？ミュートンしてる。ああ、それ、タカト君がつけてんの、VR、見えてる VR な、めっちゃぺったんこじゃないでも。そう。うん、いや、見えて、聞こえてないから、タカト君。何も聞こえてないの。あ、VR ってこと襲われてるの、なんかに。ね、やってるよ、あれ。あれ、木刀かな。なんかやってる。木刀かな。木刀やな、あれ。打ち出して、打ち出して。楽しそうやんな。楽しそうよね。そう。あ、チョポンさんありがとうございます。ありがとうございます。またたびさんありがとうございます。ラマさんがライブやらないって。そうですよね。最近やらないですよね、ラマさんね。じゃあね、もうね、もう夜、すごいもう、パターン級なんですよね。くたーっと。もう、本当に。また春、まあでもやろうかな、冬やる。冬みんなでき、ヨシさんすごいですね、ちゃんと定期的にやって。もうそれはもう、楽しみにしていただいてる方がおられると思って。いや、すごい、本当に他のみんなも定期的に動画を上げてて、本当にやばいです。うん、本当にすごいなと思って。だって、井口ちゃんは毎日でしょ？なんか、べっぴんさんと滑ってて腹立ったけど。いや、あれムカついた、本当、伊藤エマ。なんか知らん。まあ、なんかいつもべっぴんさんと滑ってんだよな、この人、ほんとに。ほんま。羨ましい、ほんま。はじまさん、ありがとうございます。ありがとうございます。これね。すごい、今日、スパチャすごい。お祝いがすごいですね。お祝いが。いや、嬉しいですね。これ全部ね、競馬の、競馬競輪協定かな。どれになるかわからないですけども。まあ、使わせていただきますんでね。ありがとうございます。嬉しいぞ、うん。なんかずっと声が聞こえないな。なんでだろう。ね。ゆぐちゃんとこだね。ゆぐちゃんとこ声が聞こえ、あ、二人で喋れるようにしようとしてくれてるのかな、今。
難しいことしてくれてんよね、多分ね。いやー、iPhone でも絵綺麗っすね。iPhone 大丈夫っすか？もうほら、すごい絵綺麗っすよ、ほら。あ、じゃあ。あ、これ、これほら、ラモさんライブみたいなもん、これ。そうです。うちのお店です。すごい。Rラボ。はい。今、カフェ仕様になってるんで。ラモさん、ラモさん？はい。20、21、いないんですもんね。そうなんですよ。20、21。何してんだっけ、ちゃん。私。今、お店の中、レイアウト変えて、こんな感じにしてるんです。心地よさそう。いいっすね。22、23とか何してます？ 22、23。携帯をね、見ないと分かるんです。あ、そっかそっか。ちょっともし、ご一緒できるんであれば、ちょっと長い間いようかなと思って、そっちに。2月22は、リード大阪のタックンと撮影してます。あら。いいんじゃないですか、これ。え、どちらで？はい、はい、はい。いや、まだ場所決まってないんで、うん。ヨッシーさんたちが良ければ、場所に合わせて。入りましたね、これ。23も大丈夫です。23も合わせられるんで。あら、僕、放題着、そのまま入れたら痛いなと思ったんで。いらっしゃいますか？じゃあ、はい、ぜひ、うちのこのロッジでセッションを夜しましょう。はい、ぜひ、ぜひ。小西くんは予定は？いや、予定そこ入るかもしんないです。ああ、そっか、残念。ヨッシーさんに、聖帝様に来てもらいたい。姉ちゃん。サウザイ、もう完全に聖帝様。聖帝様に来てもらいたい。クラブハウスでもね、僕のことずっと聖帝様っていうのやめてもらっていいですか？すっごい恥ずかしいんです。いや、でも、本当にもう、聖帝様に、釜を掘られて以来、ありがとうございます。私はもう本当徹底してレッスンの中でも、右です。トラバースばっかりやってるんですよ。もう、あ、いい声入ってんのかな？こっちの。入ってますよ。入ってますよ。入ってます？入ってます？影響受けまくりです、私。あれ、中島さんの悪口言うとこやった。でもね、楽しかったですよね、関本さん。めっちゃ面白いですよ、もう。関本さんです。ねえ、ちょっと全然動画が続かなくて申し訳ないです、皆さん。全員。今日でもほら、中島くんが一本アップしてましたよ。上がりましたね。見てください、皆さん。あれ見てると。今日中島くんが上がってますね。そうそうそう。あら、すげえ。あら、すげえ。650人だって。うわ。聞こえてるんですかね。食べてみてください。すごい。これだけ聞こえますか？谷口さんの声って聞こえてますか？あんま聞こえないっす。こっちしかダメなんかな？こっちしか聞こえない。こっちしかダメなんかな？え、音？これ変えられるの？あ、じゃあこうしますか？聞こえるね。ちょこっと聞こえた。どうなの？マイクってこれ1個しか起動してないかな？あ、ありがとうございます。どうですか？ありがとうございます。ありがとうございます。チャンさんなんか相当動いてるけど、めっちゃ入るから、ね。別に普通に喋ってる。そうです。今、切り替えたんですけど。どうなの？喋ってください。あ、そっち、あかんすわ。そっちマイクないっす。すごい。左しかないっす。大きい声でしょ。あ、そうやね。高田くん、大きい声で。こないして、これを、あれにして、これは、こっちにして、今最近のやつあれ、片方にしかマイク出てへんよね。これでいいんじゃないですか？ほら。あ、これで聞こえるんじゃないですか？あ、聞こえる。聞こえる。ね、まあ、すごい。ね、うん、いいっすよ。すごい、すごい。どういうシステムこれ？で、こいつのマイクっす。で、スピーカーはこっちに来てくる。あ、なるほどね。はい、じゃあ、俺のつけてるの。ありがとうございます。中島くんは今どうなってるか？中島くんは関空から
なんか関温泉お客さん増えたみたいですよ。うわ、すごっ。うん。あの、YouTube 見てくんの YouTube 見たらね。うん。いや、でもあれが行きたくなるでしょ、あんな。ね。ね、虫くん、虫くん何やったっけ宮中。虫くん、虫くん。あ、宮中ね。宮中。宮中。宮中行ってたよね。そうそうそう。宮中行ってた時人めっちゃ多かったし。あれ、うん、ね、挨拶されたエネミーズの清水くんだっけ。あ、翔くん。あ、翔くん。へぇー。ですって言って、挨拶してくれた。関温泉。あ、ほんと。うん。ここで見えるよ。ちゃんと、感じよくしといた感じよく。感じよくしといた。あ、ほんま怖い人も。え、そう、あの人怖い人よ。怖い人だろ。あの人めっちゃ怖い人。レッドハウスで近くいたけど、怖いからちょっと。そうそう。なんか尖ってるやん。いろんなとこ尖ってるやん。そうなんや。あの人ね。そうそうそう。なんかこう、あのザクみたいなのつけてる感じやん。ザク。ちょっとつけてるの、肩に。そう、なんかそんなイメージ。勝手なね。感じよく挨拶。声かけてくれます。あ、本当。ね、知らない。ね、本当本当。僕まだ一回もお会いしたことないな。ボーリングしました。知らない。今日は高人君と井口ちゃんどこ滑りに行ってたんですか。今日はね、小笠原滑りに。小笠原行ってました。あ、ほじゃ。はい。すげえ。何か作るんすか。いや、あの、うちに昨日泊まってたんで、うん、そのまま僕、小笠原工場用事あったんで、一緒に行ったんです。うん、仕事そばに友達連れてきたかったんです。あ、なるほど。ダンボール7箱運ぶお手伝いしました。あれでしょ、板のダンボールでしょ。そうそうそう。そうそう。あの、そう重いやつでしょ。そうそう。あれを、あれも試乗会の準備、井口ちゃんは。いや、サンプルボード遅くて。ああ、そうなんだ。で、やっぱ遅いんで、これからサンプルボード引き上げて、それのちょっと撮影じゃないけど、はい、それでしないといけない。ああ、だいぶタイトっすね。そうです。だから展示会用のサンプルボード僕が引き上げたって感じですね。なんかね、だからラマさんもコニーさんもいなくなっちゃった。あれ？そうすね、あら、ラマさんいた。あれ？真っ黒になっちゃった。なんでだろう、なんか調子悪いね。え、もうカタログできたんすか？え？カタログできましたカタログ、もうすぐですよ。これか。もうすぐです。全部今ってあげました。申し上げました。入稿済み。あ、本当？入稿しました。いいっすね。ああ、素晴らしい。肩の荷が降りたって、ね。明日で出来上がるんじゃないですか。いやー、なんかね、皆さんのおかげで。あ、でもちゃんと聞こえるっすよ。あ、聞こえますか。うん、大丈夫です、大丈夫です。同じ窓で。そう。ちょうどなんか画面が分かれてるっぽくて、ね。そうですね。お二人ともアンファジー来ていただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。愛用してます、普通に。ありがとうございます。嬉しい。追加で俺買っちゃいましたもん、自分の。嘘？あの、お店に取り置きしてあったもの買いました。ふわふわのやつ？普通の白っぽいやつ。ああ、ありがとうございます。2000円これこれ、同じやつ。あ、同じやつだ。ここまで。これ寝ます。着て寝ると調子いいよ。高級寝ます。いいっすね。お、僕ね、ごめんなさいね、急にコメントで。僕ね、ほうのきってところを結構滑りに行きます、飛騨の。この間、ほうのき行きましたよ。聞いた、今日ね、あの、ざまくんがショールーム遊びに来てくれて。ああ、行ってましたね、そういや。うん。で、聞きました。いいっすね。
ほのぎちょっと赤温泉っぽさがありますね。結構ね。あの、結構自由っすって、落ちれるとこありますよね。うん、なんかさ、モービルでタクシーしてくれるんでしょ？うん。もともとリフトが通ってたんですよ。でもそれが動かせなくなって、うん、その代わりにモービルでこうピークまで連れてってくれるんですけど、その10時から2時までですよね。ちょっとね、時間短縮になっちゃったんですよね、今。それ、トーイングですか？トーイング？うん。こう、後ろにこう、あ、バケットがついてて。そう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 。あれ、トーイング？ 6 人乗れる。うん、あれ、トーイングしてくれたらいいのになと思う。あれ、モービルのトーイングしてもらった瞬間になんか、ライダー感出ますよね。ね、こうやってね。もう、なんか、あれや、あれやった瞬間になんか、うん、多分やってくれる。ね。貸し回りにあの、ファーストトラックの撮影しに行ったんですよ、最近。はい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 。でそれでスキー場に協力してもらってモービル2台でライダー2人をこう上げ下げしてもらったんですけど、うん、楽しかったですね。うん、ね、あのモービルで引っ張ってもらうってだけでもいいんですよね。なんか昔多分高人くんも経験あると思うけど、大会とかであの上の方、上位の方にサイクルが速くなってくるとモービルアップとかって始まるんですよね。あ、ありますね。ね、あの優越感上り、まあ、ずっと止まってるかなって。うん。だから、あれそう、だから肩幅広くなった。トーイングのせいね。あ、いいな、俺もおかしかったよかったな、なんか。何それ。グル。グル、グル。いいっすね。ありがとうございます。すごいな、スパチャが。さ、たくさんいただいてるんです。ありがとうございます。MT さん。ありがとうございます。あ、一つコメントに答えてもいいですか？はいです。ちょっと待ってくださいね。マサさん、はい、ありがとうございます。あ、すごい。上野さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。どちらでしょう？生さん、今度、辰巳館に泊まりに行きます。生さんのところ遊びに行ってよいですか？来てください。辰巳館ってどこですか？辰巳館ってあのこの私のベースのロッジカフェのお店のすぐもう隣にすごく綺麗でサービスの徹底しているお宿があるんですよ。はいはいはい。でそこで泊まると普通に私ん家お酒も出してるんで飲めるっていう。僕まだ宿取ってないんですよ、大台木。あの電話してください、私が案内しますんで。いや、そこ、そこからラマさんところから砲台木まで、はい、30分ぐらいです。はい、30分ぐらいです。いいっすね。砲台木来るとき言ってください、必ず。はい、僕多分ね19ぐらいに行きます。あ、本当ですか？え、 18に移動でインターサル終わってそのままあの砲台木に移動っすね。インタースタイル終わった後に私あのジャムカツ行くんですよ、福井に。はいはいはい。でそのまま帰ってくるので15人、うん、あれ15だっけな、違うな。インタースタイルが終わって土日ジャムカツ行って、その次の月曜日あのタックンと一緒にいるんで聖帝様もご一緒できたら。あ、嬉しいですよ。もし、はい、よろしければ。よろしくお願いします。ありがとうございます。チャンさん、聖帝様来てくれるかも。聖帝様十九日から。僕別に、あの、僕逆じゃないですからね。僕逆じゃないですから。こっちじゃないですね。ちょっと。こっちこっち。なんだっけ、ハエだっけな。遺伝子のやつね。中くんちからうちの泊まりの手配とかして、とりあえず人望ごとふとについて何か語りなさいよ。これがこれ人望ごとふと、ありがとうございます。人工ガールフレンド。
ょっと僕、今からスタート下がってます。何すかこれ人工 GF って何すかあ、ゴッドフットのことじゃないですかゴッドフット可動域ゴッドフットっていう、炭酸のこと可動域がある。はい。人工って何すかこれ。自分で鍛えて、ゴッドフットにするっていうトレーニングの、井口がずっとしてて、めちゃめちゃ今、井口の可動域が広がってるんですよ。いい、調子いいってことですか？めちゃめちゃ調子いいみたいですね。すごいよね、すごい偏ったギャップから、ホットグッズ。最初多分こんな感じですよ。そう、ちょっと左でやらしかったですね、今、高橋。左でやらしかったね。左でやらしかったっす。あ、そうなんだ。そんなにこう自分でなんかこうできるんだ、スタンサー。結構鍛えられますね。まあでも、家にある人だもんね、井口ちゃんは。そうですね。井口は家にあって、今1階にスタンサーしに行きました。測ってくるって。すごいな、はい、多分朝昼晩測ってるんじゃないですかね。マジっすか。あれでも絶対起き抜けとか。起き抜けとか体調とかで変わるっしょ？変わります、変わります。はい、体調子良くないときは絶対なんかこう、動かなさそうだもんな。そうですね。多分動きすぎて調子悪い人もいると思います。動きすぎて。体が固定できなくて。あ、柔らかすぎて。あれは体の柔らかさとか関係あるんですか？これって。柔らかさはちょっとだけ関係あるんですけど、柔らかいからといって可動域がすごい広いとは限らないですね。あ、そうなんだ。結局可動できる範囲なんで、なんかすごい柔らかくても、そこの領域使えない筋肉だったらあんまり意味ないっていう感じだと思うんですよ。ああ、そっか。すごい。もう人工じゃない。もうわかんないんだよな。あ、ゴッドフットって書いてあるわ。すげえ。焼肉とかゴッドフットだったっす。やべやべ。結構焼肉とか。びっくりして携帯さ。すごいじゃん。一番いいやつじゃん。いや、滑りてぇ。滑りてぇ。それもう何回目？何回目のゴッドフット？僕も5、6回目ぐらいですね。うわ、すご。昨日も出ました。昨日、武藤さん来てて、で、うちで結構飲んで、で、結構、僕は結構もう軽く酔っ払ったぐらいの時にやったら、今度逆のゴッドフットが出ました。ちょっと今やってみよう。ちょっと、ちゃん。ラマさんのとこにもあるんですか？うちもあるんですよ、スタンサー。導入したんですか？高田くんとこもあるでしょ？何してるんだろう。ないの、うちと小西くんとこだけですよ。ちょっと、今測ろう。リアルで。すごいなぁ。なんでみんなそんな手軽なもんなの？テザリングの方がすごいわ。体重どうも。復活しました。大丈夫？うん、大丈夫です。朝昼晩測ってもはや血圧。お前、血圧としてるね。でも血圧みたいなもんすよね。ええ。高血圧とかあんの？高血圧とか低血圧とかあるの？あ、チャンさん自分でやるから、ちょっと代わりにライブ出てよ。今度高血圧です。G が低血圧です。高血圧。この人ら、だって小西くん、ラマさんのとこ、井口ちゃんの家、うん、高人くんの店ってスタンサーあるやん。まあ、そうなん。そうで、俺らないねんで。すごいな。あれ、どう？うん。スタンサー、家なくてもいいっす、でも、ワイは。施設、家じゃないよな。あ、施設に。あれさ、だってさ、うん。なんか例えばボルダリングやるにしてもさ、うん。ええんちゃうかなと思うわ。ボルダリングで、片足でキープしたりするとき、うん。使えそう。これはね、ニセコ行ってる時にゴルフの話してて、うん、
で、もう一回ゴルフちょっとやり始めたら、スタンサー乗りたいなって思う。確かにね。めちゃめちゃ綺麗だね。チャンさん、なんか、メタルギアソリッドに出てくる人みたいね。メタルギアソリッドに出てくる人なんか誰だろう。ヘルメットかぶって、こういうのして、マスクかぶって、あの、こう、いるでしょ、そういう人。あれですか、かっこいいってことですか。うん、かっこいいね。自分もあれですよ、こうスタンサー導入して何回か測るうちに、うん、ギャップからマルチになり、結果今あれですマルチの1個上です。それって変わったって数字で出るでしょ、言葉とかで。はい。滑りは変わる。滑りはなんかでも滑らない、滑る前、滑る前というかシーズン前、シーズン入ったばっかり、うん、シーズン入ってしばらく経ってからみたいな、うん、こうシーズンを追っていくごとに自分そんなこまめに測ってないんですよね。なんで滑って体がスノーボードに慣れてきた時がいいのかなっていう。滑ってるうちにあれなんかね。そうなの。なんかよくわかんないけど整って。でもどっちかというと広がるっていうよりかは整うっていう方が強いですね。うん、あのセンターっていうんですか。この可動域自体はそんなに変わってないんですけど、真ん中がこう自分すごいこうやって偏ってたんですよね。うん、それがこう寄ってきたみたいなセンターに、うん、感じは数字ではこんな感じ出てました。そうなんだね。あんなにサップしてるのに偏ってる。自分もスノーボードがこうなんで、全部こうです。後ろ足は何度ですか？後ろ足、全部自分、前も後ろも27、27で滑ってます。27?滑りづらそう、めっちゃ。右足と左足と同じ角度ってすごいよね。うん、ね。でも、なんだろう、自分、それこそ去年は途中、こう、後ろ足の方が追い越してた時が。まあ、やれないこともできましたけど。ん？追い越した。あ、後ろが追い越した。はい。前が30、後ろが36とかまで振りました。ああ、それは僕は知ってるスノーボードじゃないよね。へぇ。これつけて。そういうこともありそうやんな、イグちゃんやってるみたいな。これもイメージしてたわ、今。こういって、こういって。この最初にこうなる。どんな感じこれは無理だわ。これは無理だわ。超柔らかいブースだったけど。もうゼロ、90-90はあり得るかもよ、ね、その前に。もしかしたら。ああ、こうですね。V 上スキーみたいな。そうなりますもんね。なんか細いやつ。俺、アルペンやってる時、45?46? の30いくつだったな。負けじゃないですか、うん、ここなんか、ここなん？はい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 。だって板細いもんね。細いです、細いです。そうじゃないと乗れないもん。うん。そっか。パリパリうるさいなぁ。グミ書いてね。グミ。なんか書いてあってん。あ、ほらほら、ほら。見て、ほら。見切れ。いなくなった。そうですよ。綺麗ってほら、チャンさん、目が綺麗って言うんですよ。目が綺麗。なんか、ラオさんいなくなったっす。でマスクすると、チャンさんっぽくないんだな。チャンのは。あ、焼けて変わらず。焼けてますね。焼けてますね。山さん、今印刷中やな、それ。700人も見てる。やべえ。山さん印刷中。すげえ、700人だってやべえ。700人、ラオさん700人見てます。笑ける、笑ける、笑けるよ。みんなありがとう。笑ける。ありがとう。グミ食ってるだけの。ああ、スタンサー。グミのガサガサもすごい。まあ、ガサガサうるさいね。下打ちいないよ。ないない。マイクとグミの位置が近いから。間違え。700人ってすごくない？ 700 はやばい。びっくり。700超えてます、超えてます。ナマさん、今、結果待ちです。うわって言ってます。うわスーパーマルチ。あれ、ね、どっちスーパーマルチは
ゴッドフットとどっちが偉いんですか？ゴッドの方が偉いんじゃない？やっぱりゴッドの方が。ゴッドの方が偉いの？うん、さすがに。今日はスーパーマルチでした。ゴッドフット、こんなこと書いてあるんですよ。正真正銘、神の可動域の持ち主。ああ、そう。らしいです。じゃあ、ゴッドフットがハード、スーパーマルチがスペードってことでいいかな？言うたらそういうことです、そういうことです。なるほど、なるほど。あの、北斗の拳の話ね。安定のギャップです。安定のギャップ。それ高田君？谷口さんです。それは通称右曲がり。右曲がり？ああ、でもこれ、もう私が疲れてる時のパターンですね、これ完全に。うん、そうなんだ。こんな感じですね。僕、昔の前のやつでしか測ったことないのね。ヨッシーさん、測ると出るんじゃないですか？出そうだよね。出そう。いや、ヨッシーさん出るっしょ。いや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 。あの、小西もゴミだったよね。左。それは、うん、ゴミ。小西ゴミだからダメですよ。左の方が無鉄砲の人。そう、無鉄砲。鉄砲、ずっと無鉄砲って言われるよ。これでも、あと、ちょっとマッサージしたら治るな。なんか、あの、銭湯で。長さ、ニュートラルポイントは何度何度ですか？中間位のこと？はい。中間位10度、13度。10度、13度。え、どっちが10ですか？右が、右足、あ、左足が10で、右足が13。これ、すごいですよ、皆さん。面白いですよ、これ。ああ、山さん、左の腰痛いでしょ。え、マジで？またそんな言ってる。気持ち悪いよ。左の腰痛いでしょ、山さん。本当に今、腰痛いんですよ。ほら。じゃあ、僕当ててください。気持ち悪いな。あ、じゃあ、俺も当ててもらおう。ちょっと待って。始まった、始まった。俺も当てて。あ、やべえ、また興奮して携帯倒れちゃった。びっくりした、今。鳥肌だった。この公開スタンサーやばいね。右肩と。坂田君、ちょっと僕も見てほしい。僕も見てほしい。いいですか？僕も見てほしい。逆かも。坂田君、僕も見てほしいの。はい。いいですか？これ、僕、どうですか？ちょっと待ってください。右肩、この感じは。広いなぁ。広いな。これ頭悪いですか？ちょっと頭が悪いですね。おい、ひどいこと言うな。おい、ひどいこと言うな。言うのが。そういうしかないでしょ。誰なんすか？多分。ないよね、組を多分。村上組をよ。で、あんま使わないだけでね。村上兄弟を見て、あ、俺プロスノーボードは無理だって早々に諦めた。うん、あ、そう言ってたね。そうだ。踏みを、ね、何歳だっけ？形ぐらいの時か。めちゃくちゃうめえな。踏みをめっちゃうまかった。踏みをめっちゃうまい。いやらしかったよ。面白いね。そうだ、これな、これな。何、何、どうした、どうした？うん、あ、何、ラマ先生、なんか、限定から次いつぐらいですかって。あ、また2月のそのインタースタイル後に予約を受け付けます。ほう。ちょっとね、殺到してしまったんですよ、予約が。あら、嬉しい話で。何ですか？あの、DR の。板？板の。1万本ぐらい？そう。1万本ぐらい行ったらもう、ここら辺の人みんな全員、あの、全員旅行に連れてくよね。全員でドバイとか行くよね。あら、ドバイって何して遊んだらいいか分からへんね。でも、なんかいろいろこう、YouTuber たちがかあの活躍したりとか、そのいろんなフリースタイルのプロの人と重な、こう、時間を重ねることによってこう、結構活性化してますよね。してるんですかね、してる気がする、わいも。なんか。あ、本当？
うん、スノーボーダーみんななんか、なんとなくだけど。なんか僕はただただ今まで知らん人が見てくれ始めたっていう感覚しかないんやけど。いや、なんか、だって、この間もやっぱその席にみんなが行ったから、DM すごい来るんですよ。関温泉行ってきました、つって、あのマッシュを飛んで、動画送ってくるんですよ。そうなんだ。時点で。俺は立てました、みたいな。マウント取ってくるんですよ。いやいや、ラマさんも立ってたし。いや、もうね、本当。なんかほら、その時の状況と雪によるじゃないですか、やっぱり。もちろんもちろん難しさもでも、うん、やっぱみんな魅力です。ラマさん、ラマネさん、俺は立てましたみたいな。そうか、一緒に行きゃね、一緒の時に行きゃね、誰の顔持っているかだから先生。いや、本当でもそうやってみんなが席に行ったりとかしてくれたりとか、本当に聖地巡礼みたいになってますよね。ああ、確かに。これもあるかもな。そうやかね。滑りに行く気になるよね、多分。ああいう見てね、みんな。うん、とかみんなの動画見てなってるんだと思うな。席もね、割とみんないろんなとこから行けるし。うん、はい。なんか、位置的に結構行きやすかったですね。はいはい、ねえ、妙高ってやっぱ、開かないし。ミュートにできないっけ。あ、ミュートしとくよ。ミュート、ミュート。小西さんは今どこかの宿ですか。小西君はね、明日から始まるあの JFO、フリーライドの大会。で、小西君ジャッジだから。すごい。あ、そう、今ね、白のりに。ジャパンフリーライドオープン。そう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 。白のりにいるんですよ。あれって、あの、裏コルの方使うんですか。あの場所はちょっと分かんないです僕。あ、そう、なんかあるんやんね、そのどれぐらいのレベルでどれぐらいの場所。いや、この間コルチナ行ってきたんですよ。今日コルチナの動画上げたんですけど、うん、コルチナから裏、白のり行ってこうくっついてて、うん、めちゃくちゃ面白かったっすよ。あ、行ったっすか。行きました。もう影響を受けて行けるところは全部行ってます最近。マジで。もうなんか行けるって分かったらめっちゃ面白いでしょ。いや、もう本当そればっかなんですよ最近。あの聖地巡礼必ずばっかりです。で、知ってたけど行ってなかった自分の地元の砲台がこんなに楽しいのかって思い始めて。いや、ラマさん砲台面白いですよ。いや、もう本当。なんでもっと早くこんなに行かなかったんだろうと思って。いや、関温泉からね、すでに変わりましたよ。変わったよね。もうめっちゃ価値観変わった。全然、なんだろう。もう全然、あの、マダラオの忍者とか余裕で飛びますもん。忍者？忍者？忍者の、マダラオの忍者っていうあの、架け橋があるんですよね。へぇ、うん、で結構落差あるんですけど、全然もう、ちょっと様子見てくるままのノリでいってるっす。むしろ面白いもんね。で、下は結構アイスバーンとかのパターンが多いんですけど、あ、それダメ、それダメ、それダメ。で、バーンとして、あ、硬いで、ね、気付けやみたいな感じになったっす。あ、そう。それ、あれよ、40ぐらいになってくると響いてくるからね。あんまやらないようにしてくださいそうそう、その時大丈夫でもね、あとあと来るからね。あとあと来るんですね。あとあと来る、あとあと来る。それ気ぃつけないといけない。多分谷口さんとかも来てるタイプ。そうそうそう。谷口さんとかももう来てるタイプね。俺はまだ大丈夫ですね、意外と。あ、本当に？俺そういうスノーボードあんまりしてこなかった。いや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 。いや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 。いきなり来るかもしれないけど、明日来るかもしれない。いや、なんかドッカーンってとこ行きたいね。じゃあ今度はさ、みんなでバックカントリージャンプしてみた、やってみよう。飛ぶもうね、何でもやります、頑張る。飛ぶのどっかで。あれ、中島さんがまたあの緊張してします。中島さんだって全然喋らへんかったもんな、あの日。あの時結構マジで、あの、過呼吸じゃないけど、あの、
動画には出てないエリアで、その、うん、結構あそこに座って、やばい、ほんまにどうしようみたいな感じで、結構マジの、マジの緊張状態入ってましたよね。本当ガチの緊張状態でしょ、最初。なんかもう、ちょっと2人で口数多くなったり少なくなったり、超したもんね。なんかね、あのマッシュ飛んだ後とかは。そうよ、そうよ。な俺、だって、あの日、中島君の声でさ、何回チャンネル登録よろしくねって聞いたか。一日で何回聞いたか。一日で4、5個作ってましたよね。ね、4、5回ぐらいチャンネル登録。なんか遠くの方で聞こえたり、すぐここで聞こえたり。やってて。エンディングと、あの、はい、はい。リード大阪 YouTube チャンネルの皆さん、こんにちはって、うん、何回も言ってる。何回も言った。リフトとかでも聞こえてきたりしたもん。うん、おっ、始まった、始まったって。すごいよ。もうあれで何本も作っちゃうのもん、あの人。どんだけ仕事すんねんな、って感じ。いや、めっちゃ仕事してましたよね。飛んでね。飛んでね、あんなぶっちこけてね。頭から転がってね。めっちゃ仕事してたよ。めっちゃ仕事してたよ。いい一番働いてましたよ。もういや、でも本当一番怖かったと思うわ。長島くんが。なんじゃかんじゃ言ってね。だって店員さんやもん、普通の。間違いない。活動日数的にも圧倒的に、ね、僕らよりは少ないですもんね。そう。ほんで、なんか僕とか小西とか、なんか、全然、あ、オッケーオッケー、行こう、みたいな感じやし、イグちゃんも、おもろになってる。それを見てる中島くんは、どんな気持ちやったやろうなっていうのと思うよ。いや、でもあれですよ、裏行った時に、うん。デモンストレーター、ヘイヘイって煽られましたからね、私。言ってる。めっちゃうまかった、あれ。めっちゃおもろかった。デモンストレーター、ヘイヘイ。うん、デモンストレーターヘイヘイって今日の動画でも、あ、そういえばこれ言われたわと思って、煽られたと思って、煽ってんやん。中島さん、煽ってんやん。いや、だからあそこでやらないと、デモンストレーターってそういうことできないんだってやっぱ思われたら、他のデモンストレーターさんたちも悪いから。いや、できる人の方が少ないんじゃないですか。頑張ろうと思って、タックに煽られましたからね。ねえ。あれ、面白かったな。なんか改めて見るとすごいシャドウに見えるもんね、あの斜面、ね、いや、すごいシャドウですよ。すごいシャドウですよ。だってシャドウいるんですよ。アラスカヒダ初めて見ましたもん、本物。アラスカヒダね。アラスカヒダ。そうだね。何がアラスカヒダってたね。イグちゃんと私なんか上で愚痴ってましたからね。なんかもうわけわかんねえ。アラスカかヒダかどっちやねん。俺はヒダは好きやけどみたいなね。ヒダは好きやけどって。ねえ、ゆうちゃん。そう、ヒダ好きやけどって。ねえ、ゆうちゃんね。アラスカはね。もう日本やねん。あれだから雪の通り道なんでしょ。あ、そうです、そうです、ね。なんか言ってなかったっけ、そうやって、ね。雪の通り道です。なんか崩れる、ね、急すぎて。でかいところの、もっとでかいヒゲのアラスカヒダがあるんですよ。うん、もっと大きかったり、もっと急だったりもするよね。うわ、怖っ。急、うん。小西君行ってるとこは、もう、本当に来ないもんね。雪が。うん、そうだよね。来ないもんね。普通にこうやって、うん、こうやもんね。ですね。これぐらいもん、ね、あるある、そういうとこも。俺も瞬間的にはそういうとこに住めたことあるけど、ね、コンジ君割と長いもんね、そういうとこ。うん、結構行ってるっすね。ねえ。すごい。怖いよ。手伸ばさなくても、雪面がつくってやつね。ねえ。ここに斜面がある。ここに斜面が。こうなんだ。あるよね。この間のアラスカヒダのとこもそんなんでしたけどね。この間もこんなんだったね。ちょっと行ったらこう。これぐらいだったけど、こんなだったよ。うん、ねえ、40度ぐらいあったんかちゃうかな、あれ。だってめっちゃ愚痴ってたもんね、上で2人で。そう。で、小西さんがもう、あそこ行けるわ、行ってくるわ、言って、なんか、スンって言ったから、
そう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 。どこ行ったどこ行ったどこ行ったの。二人でもって。そんな無理やん。どこが安全に降りれんねんみたいな。小西さんとか慣れてるから、テンションがゲレンデ滑ってるテンションのまま。ああいうとこ行ってるの。ね、うん。だって今日タックンが上げた動画、改めてやっぱ見たんですけど、うん、普通に木に当たってましたよ、小西さん。ああ、うん、当たってる当たってる。うん、当たってた？僕はみんな当たってた。落ちるときね。ああ、枝、当たってて、枝ね。枝ね。ミシュさん、枝って言ってました。あれは、何やったっけ、筋肉、肉のカーテン。肉のカーテン。あの、木じゃない。木に当たんの、普通なんだ、みたいな。うん。怖かったっす。いや、でも、パチ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 。ちょっといい。もうみんなの、僕ら下から見ててみんながこう降りてくるのに、なんか、下から俺イグちゃんずっと呼んでるのにイグちゃん全然反応してくれなかったもんね。いや、まずね、僕もちょっとまた動画ちゃんと作ってあげるんですけど、うん、こんな細い、もう、うん、あの、なんて、廊下の上みたいな。もう、こんな細い、ああピョンの平の上ね。あっこを、もうなんてターンも切られんのですよ、この幅しかないから。板1枚しか、板1枚で、ほんまにもう、あともう、かまぼこで。しかも山こんもりで、もう、まともにも滑ってかれんし、そんなとこを、スンっていかなあかんっていう地獄。そうですね。そんなん怖いでしょ、それ。だってあれ失敗したらこっちに落ちたり、こっちに落ちたりするとこだから。どっちかに落ちますけどね、あれ。落ちんかったね、誰も。あれ落ちたのもよかったね。あの間に落ちて。もう板回されへんからね、絶対。それ一番面白かったよね。ただ俺、あと、高人くんのあの、サブ6、360って、やっぱタッパーあるやん。タッパーあんのに、枝あるやん。うん、あそこあれを持ってどう抜けてくんやろうなっていうこのそれはね思ってて立ちながらここにどこも通せねえなあここも通せねえなこうフェンシングみたいにこうやってでもグラバーしたいグラバーしたい、ね、持ちながらグラブしょ、ね、持ちながらグラブしょ両手塞がってたもんね。両手塞がって。面白かった、あれ。楽しかった。みんなチャレンジして。ちょっとああいうチャレンジね、ああいうチャレンジみんなしてほしいな。まあ自分らだけできるのは危ないけど。うん。まあ本当、あの、行ってほしいですね。うん。あれですね、あの、必ずガイドをつけてもらいたいですね。うん、うん。ねえ、もちろん。最近私あの4日前かな、釣りしてる子大腿骨骨折してた子助けたんですよ。うん、見てあげましたね。もうだからやっぱりその映像に影響されて釣り欄とかバックカントリーとか興味出るのはいいと思うんですけど、まず真面目な話しちゃいますけど、うん、必ずついでリスクマネジメントをしてもらって、で最初はやっぱりガイドさんに連れてってもらって、うん、っていうか最初っていうか常にガイドさんに連れてってもらった方が私はいいかなと思います。うんうんうん、そうっすね。安心、なんかこう、うん、預けれるというか、そのプランをね、うん、工程を。本当にあの骨盤骨折とか大腿骨骨折になったら、本当ひどかったらショック症状になったりとか、血管破ったら即命に関わるみたいになっちゃうんで、うん、本当に思ったほど動けないからね。ほんとちょっと沢に下ろすだけでも結構時間かかったんで、この間も、うん、あのほんと一人ではやめて、ね、来た時に対処方法をやっぱり知ってる人がいるのはめちゃくちゃ心強いんで、うんうん、ねえ、そういうリスクが起きた時にどうすればいいのかっていうのを迅速にね、うん、考えてくれる人がいるだけでね、めちゃめちゃいいか、うんうん、自分がね、全部それを、全部っていうか、うん、知っとかんとね、やっぱり、うん、もし二人で行っても相手が怪我したらとか、それもやっぱね。釣りに行かれる方はやっぱり、
一緒に行ってるバディをこう助けるかもしれないっていうのを想像しながら行ってもらいたいですね、うん、その通りです。いやー危険はありますからね、うん、いろんなね、そういうの勉強した方がいい、ね、ただね、ただ本当はあの一回痛い目見んとね、なかなか本気で勉強しないのよ、うん、それはあるし、それはあるし、それ僕もそうやし、多分コニタもそうやし、うん、そう昔はそうやったっすね。うん、なんかそこで生まれて死んでますみたいな。そう、なんやろ、うん、ダサい、ヘルメットしてダサいとかさ、うん、ちゃうねん、そこ必要やねん、それがって今思うけど、うん、うん、やっぱ痛い思いしてそう思うようになったから、うん、そうっすよ。まあみんながみんな痛い思いしろとは言わないけど、うん、しない方がいい。でも例えばねえ、友達がそんな環境で死んじゃったとかさ、いやもうそれは切なすぎるっすよね。ある話だからね、うん、全然。あるある。うん、全然あるから。知ってる人がそこだとか。うん、こういう知識知ってたら助けれたかもなとかっていうのもやっぱあるよ、実際、うん。だからちょっと本当に、まず一人で行かないとかね。うん。本当になんかその、うん、私たちみたいなこう発信する側が本当にそれをついで、こういうことがあるよ、うん、ああいうことがあるよって、最近パウダーもあるから、パウダーに埋もれた人をこう助ける方法とかも発信していこうかなと思って。うん。今なんかね、うちら。本当、ゲレンデパウダーでも本当危ないから、うん。ここ2日間で腰ぐらいに降ったんですよね、砲台機も。うん、ああ、そうなんだ。でもゲレンデでも本当そこら中で埋まってる子がいて、埋まってる子みんな心配になっちゃって、それぞれちょいちょい声かけてたんですけど、うん、大丈夫って。でもそういうのがなんか本当お互い大切かなと思って、うん、気づけないと。そうなんだよ、ゲレンデだからって頭から刺さったら窒息しますからね。そうですね、だって毎年それで亡くなってるっすもんね、うん、で僕だってその岩ちゃんが小谷のね、岩ちゃんがコルチナでそうなって、うん、ツリーナが滑ってて、で僕は大爆笑してたの、うん、でももう板尾君足がバッタンってなっててさ、どんどん奪っていくの、バッタンって、うん、もうそれで埋まっていくんか、もがいたら埋まっていってた、うん、でもう10メートルぐらいしか離れてないのよ、うん、そこからやばっと思って板外して行こうと、もこんなんやん、うん、でその10メートルがすごい時間かかるの、うわーって言って、うん、だから本当で、岩ちゃんはやっぱああいうとこ滑り慣れてるから、うん、フェイスマスクここまで上げた、うん、でそれでちょっとマシやったよね、うん、雪が、雪入らへんかったから、冷え込まなくてね、シュノーケルいりますね。それぐらいの雪だったね、その時は。いろんな危ないことあるから、僕らが。なんやねん、シュノーケルいりますね。ちょっと待って。いや、最近。何やろ、シュノーケルは。いや、なんか、ゲトーの公式で、シュノーケルいるわ、みたいな、なんか言うてて、はいはいはい、中島さんが、シュノーケルいんのみたいな。ゲトーシュノーケルいんのみたいな。シュノーケルいるよ。今度シュノーケル、妙子行くとき持っていくわ、俺。うん、アバラングがいいんですか、アバラング。アバラングか。アバラング。そこ行き詰まるぞ。なあ。ふぅってするやんか。ふぅってするやんか。ふぅってショーンって出てくる。ショーンって出てくる。でも、実際でも、海の中とそうですもんね。変わんなくて。使い方も同じ使い方。いやでも怖いからみんな本当気をつけてくださいよ。はい。ね。ね。うん。僕らみんな楽しんでやってますけど、あれ余裕持ってやってるんでね。うん。分かりきってやってるんでね。うん。あの、煽り煽られつってやってるのもあれ遊びですから。あの、真剣に僕らがやってると思わないようにね。あれ遊びだから。やれ、ツリーランであんなスピード出したら危ない。いやいやいや、遊んでるだけですから。
まあ、もうちょっと出せば出せますもんね。出せば出せる。全然いや、でも本当、真似しちゃう人たちもいるから、その、うん、ちゃんとそういう番組なんだって見てもらいたいですね。あれ、テロップ出す。プロがやる。いや、それも嫌やねん。それって、それ見てる人をバカにしてると思うね、俺。お前らアホやからこんなん出しとかんとお前らわからんやろっていうふうに僕はどっちかというと見てしまうのよね。見てる人に失礼だなって思うから、そんなん当たり前でしょって思うの。まあそうっすよね。なんか、テレビで恋愛バラエティーショーに、本気になってしまう人とか見るじゃないですか。ありましたね。ドラマとかでも悪役やった女優さん嫌いになるとか、ああいうのと一緒で、多分そのもろに見たままを影響を受けてしまう人もいるから、本当そういうバックボーンがちゃんと安全を担保した上でやってるとか、そういうのちゃんと気づいてほしいですよね。そうですよ。うん、やらせですからね、やらせ。うん、やらせですから。やらせっていうのはちょっと語弊がある。CG です。CG。あれ、谷口さん、昔出てた大会もあれ CG だったんでしょ。あれ CG です。ゲーム。あのめっちゃ飛んでたやつ。あれでも本当ゲームみたいな世界だよね。こんなキャニオンで、ね、スーパーマリオにしか出てこないような谷だよ。スーパーマリオ。あんなん絶対フォトショップや。昨日レッドブルのやつもあんなん ゲームでしたよ。見ました。見た。あんなんゲームでしょもう、うん。ゲーム見てんのかな。あれみんなわからんと思うけど、めちゃめちゃ難しいで。いやもうゲームっすよ、あんな。飛ぶのも、着んのも、滑るのも、ラインも、ね。めちゃめちゃ難しいで、あんな。ね。うん。岩に当て込んどったね、あの、誰だっけ、うん、ミッケルバンゴ。岩当て込んで回しよったね。うん。なんだ回しよったね。正気の沙汰じゃないじゃん。俺の憧れてたスノーボードだね。かっこよかったよね。かっこよかった。ほんまにゲームしたんだ。なあ、マーク・マクモリスが優勝したけど。優勝しましたね。うん、ねえ、マシーンか、こいつはって思ったよね、やっぱ。あ、そう。うん。でもちょっとやっぱパークっぽい、あれだったね。うん、あれやると、なんか前のやつの方が、そのナチュラルって感じだったよね。多分、シャドウとか、多分、どんどんすごくなっていく。次の。バルドフェイス行って、バルドフェイスから、多分今回のが多分一番パークっぽい、シャドウがそこまでないレイアウトだったんですよ、ね。前やったのはバルドフェイスだっけ？バルドフェイスですね。ああ、あれたまらなかったね。アラスカってどんなことやんの、ここで。アラスカもすごいとこでやんじゃないですか、トラビス・ライスやから、やっぱり。ああ。多分違うライダーになってくれるね、また上に来るのが。カズとか出てこないのかな。カズとかっすよね、日本人だったらいける。日本人だった数。めちゃ欲しいですね。ねえ。見たいよね。そうか、それめっちゃ楽しみやな。あんなえげつないとこに何キッカー作ってやんのとかってなんのかな、アラスカで？アラスカで。アラスカでも、アラスカで用意すんの。アラスカのなんかこんなとこで、シュイってこう、シュイって来てやる。いやー、なんもできないっしょ、さすがにやらすかは。そうか。うん、めっちゃ楽しいよね、あれは。誰かが飛んだ後がきっかけになるよね。うん。だと思う。ねえ、スロープ系のライダーが女子も優勝したしね。あ、そう。俺、二日目、後半見てないでな、まだ。こんなガスか。いや、ゾイ。ありがとうございます。ゾイなんとか、ゾイ。あ、じゃあ、ゾイ。なんだガスね、ゾイか。あ、ゾイっすね。うん。ゾイちゃん。でさ、ゾイちゃん優勝してた。すごいよね。バックフリップ。あんなコースもさ、その、スロープスタイルっぽかったなとかって、なんか、言われるかもしれないけど、スロープスタイルっぽく滑れない。
いやいや、めちゃくちゃ、いや、めちゃくちゃすごいと思う。汗みたいって言うけど、パークみたいに滑れんよ。汗みたいに滑れんよね。確かに、スロープスタイルとバラン状況全然違いますもん、確かに。すごいよ、これ。ね、アセスと同じようにトリックビタビタ立ってたもんね。うん、ありえないな、アリスト。ありえない。だってみんなら、うん、ランニングでしょ、そうね。うん、でもたまにこけてたから、ね、がやっぱむ、そうだよね、むずいよね、やっぱり。結構、うん、なんか勘違いしちゃうよね。ああ、そうだね、うん。簡単にやるからね、うん、みんな。そうそうそう。多分マーク・マクモリスは、ほんまにめちゃくちゃ、うまいね。だって、でも、リップなんて全然違うじゃないですか。そこで回し込んでましたからね。見切れない。ギギが一発目にセブンやってたやん。うん、あれ、しびれたね、あれ。あれ、しびれたね、うん。あれはしびれたわ。で、ギギと一緒に滑った人いたやん、オースチンなんちゃらの人。うん。オースチンスイーティー。めっちゃかっこいい。あれって C の人 ?SHE の人キャプあれ、あれはキャプテンの人か。あのゲレンデーバキにめちゃくちゃ飛んでるかっこいいやつ。あれ、誰だっけ俺大好き、あの、そう。なんか、イグちゃんもリン、うん、あれ、ツイートしてたよ。スキーショーの中でぶっ飛ぶやつや。ちょっとキック作って。そうそうそう。スキー場めちゃめちゃ飛ぶやつ。あの、ゲレンデ脇とかドッカーン飛ぶやつ。あの人もオースチンなんとかじゃなかったっけ？オースチンなんとかじゃないですか。ね。オースチンスイーティンかな、じゃあ。いや、でもね、いたがね、キャピタじゃなかったよ。もちろん違う。オースティン・スイーティン、リブテックじゃないですか。ああ、リブテック。あれ、しかもヨーロッパっぽくなかった。ヨーロッパ。オースティン・ナンチャロ、キャピタって言ったらないっすわ。多分。あ、そう。どれやろ。あ、アーサー・ロンゴ。ありがとうございます。おじさん。アーサー・ロンゴ。おじさん、すごい。かっこよかった。かっこよかった。いつシェアしたか忘れてもらう。すごい真面目な子なんで。オースティン。オースティンなんちゃら。ラックティック、ラックティック、これ出てた時に、うん、もうめっちゃ若い子いて、うん、17歳ぐらいだったのかな、あの時。うん、あの、みんなほら、いるから、パーティーとかさ、うん、遊んだりとかしてるじゃん。うん、こんなちっちゃいね、あの、テーブルでこうやってずっと勉強してた。朝ランゴ受験勉強。朝ランゴ勉強をずっとしてたの。すごい。今の昨日、コーラっすね。そうそうそう。めっちゃ真面目じゃん。今でもあれよ。でもあれ、絶対スノーボードちょっと上手くなってきてさ、女の子がチヤホヤされてさ、それで勉強してたアーサー君もさ、絶対もう、くち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 やってるよ。今やね、そんなのね。当時はそう、すんごいいい子、真面目な子だったんだろうけど、やっぱモテね。だって顔も男前やもん。そうなんかこう当たってさ、うん、でしょ、こんなもんめちゃめちゃモテそうだな、そうでしょ、まあこち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 なのに遊ばずになんか勉強してるすごいなと思って。いやでもあれかっこいいな、あの C ってやつはすごいかっこいい。よく毒されなかったってこの業界にねあんだけねイケメンでねスノーボードもうまかったから、うん、それは毒されますよね、そんな。カチカチカチですよね。どうや。あかんで、イグちゃん。そうなんです。僕は真面目なんで。ね、みんな真面目ですよ。味がわからないんで、多分。みんな真面目ですよ。味がわからない。味わからない。そう、なんかね、みんな喫煙者ですかっていう。なんかコメントあったよ。タバコ吸う人。俺もいないでしょ。俺しかタバコ吸わないやん。なんかね、息切れするどうのこうの。タバコ吸わないです。吸わないです、ね。息切れするどうのこうのって書いてあったの。味、わからないです。そっか。それは残念。ああいいねー、お後半見よう、うん、
とその俊太君のツリーの滑り方の注意点の動画見たけど、うん、あとはそうですね、注意点の動画はは、は、うん、楽しく滑ってる動画が多い、そういうのを見てると自分でも滑れる気になっちゃっていいんですよ。いいよ、うん、もちろんもちろん、それがダメな、僕のハウツー講座見てください、あのパウダー初心者あーでもね、そういうの大事だよ、見た方がいいよね、うん、それ釣り行く前に見てほしいですね。やるでしょ、起き上がり方っていうか立ち方とかそういうのも言ってるやつ。そうです、あの、うん、そもそもゲレンデの端っこの圧接してないところから始めろっていう感じですね。うーん、なるほどね、そういうレベルです。うん、いや本当にでもそこが本当に必要かも。うん。で、なんかそういうところ。この2日間ぐらいでもゲレンデでめっちゃハマってるから。うん。うん、で、なんかみんな。膝上怖いっすよ、もう。膝上は。膝上、うん、膝上は怖いっす、一般の人は。なんか止まっちゃいけないところで止まるって、リスタートできなくなってたり、うん、っていうのすごい見るね。うんね、うん、そこ止まったらあかんよっつって。うん。絶対、どっちかにね。うん。乗り面でうまいからね。ねえ。多分、ほとんどの一般の人が、その、ゲレンデでハマった苦しい思いは感じてるから、うん。で、あの、自己責任エリアに行くと、もうほぼ全部あれじゃないですか。うん。だから、ゲレンデで、そういう日にそこを学んでもらって、そのゲレンデの延長線上にそういうところがあることにこう気づいてもらって、ゲレンデで練習してもらいたいですよ。いきなり行くじゃないですか。そうですね。自己責任エリアに、うん。自己責任エリアにいきなり行くんじゃなくて、ゲレンデで学んでもらって、そうね。ゲレンデでそれを知ってる人たちが少ないかもしれないですね。でも本当にそんないきなり行っちゃうすか、ああいうとこばって。パウダー滑れないのに。いや、すごい人がすごい斜面に入ってて。なんか最近あれじゃないですか。あ、本当、うん。結構ね、僕の勝手なイメージですけど、トンガリ板の人の方が埋まってます。それ乗ってたらいけると思うのかな。そう。なんかその、行けないとこまで行けてしまうんですよね。その。なるほどね。やばいとこまで行けてしまうんで。そうだね。行けちゃうっていう方が多いかもね。その、やたら浮力があって、ターンする技術とかなくても、こう、直下ってれば、その、取り返しのつかないとこまで行けちゃうみたいな。でも、一回埋まってまだ一緒じゃないですか。もう。うん。どんな板でも。うん、まあまあ、ある程度、まあまあ、それはちょっと全員の方がしんどいですけど、でもやっぱ、結構、なんだろう、まだろうとか、滑ってても埋まってるなと思って見てたらみんな尖ってる板の人とかが結構埋まってはったりしますね。生えてるわ、みんな僕はスルーするんですけど。そっか。まあ、過信しないってことやね、じゃあね。そうですね。なんか、いけてしまうんでしょうね、そこまで。そうね。板はいけるけど、あなたはいけないよって言うからね。確かに確かに。あなたはいけるけど、あなたはいけない。それでもそういう人がたくさんいると思うわ。だやっぱツインのフルキャンバーっすよ、やっぱ。だってツインのフルキャンバーで僕も小西もバックカントリーバンバンやったもんね。ね、やってたっすね、昔はツインだったっすからね。全然それで。うん。いけるのはいいけどね。クイーンのキャンバーのライターしか、ハイブリッドキャンバーとかないですもんね。ないなかったなかった。フルキャンバー。ね、だ今もフルキャンバーだったっけ。ね、僕赤温泉の時間違えてましたね。うん、間違えてた。ん？フルキャンバー？僕フルキャンバーの前やったんですあの日。しかもそんな長くない。5-2っす、5-2。いや、大丈夫、大丈夫。あの、鎌田純は5-1でジャクソンホールのクリフ飛んでたから。全然、どっちの板で。どっちの板で。いいですね。大丈夫っすよ。でも、そのツインのフルキャンバーの板でやるがかっこいいに毒されちゃう人もいるじゃないですか。僕っすわ。
やっぱキャンバー賞っていう税もいるじゃないですか。でもそんな無理しなくてもいいし、そのいや普通の板、今その乗りやすい板とかクルーズしやすい板とかパウダーで行きやすい板とかがあるから、やっぱ道具の力も借りるっていうのが、うん、なんだろうな、その自分の能力をこう道具プラス自分の能力で考えてもらえて、 その亀仙人の甲羅みたいな感じにならなくてもいいと思うんですよね。うん、なんか別に趣味だし遊びだしね、うん、全然そこまでそれより楽しい方がいいと思うんだけどな。でゴルフで言うと、いやもう本当に楽に楽しくしてもらえたらいいですね。ねえ、ずっとこうマッスルバックで打ってるみたいなもんね。プロゴルファー。ねえ。いやいや、こっち使った方が簡単やで。いや、でも、こっちの方がかっこいいし、やっぱ、ここで。とかって言う人、やっぱいるじゃない。道具にこだわるっていう。違うのよ。そう、道具使えんと意味ないのよ。うん。本当。気持ちはわかるけど。うん、まあ、こだわった道具に振り回されてる方もやっぱいるから、道具にこだわりじゃなくて固執してしまいすぎず、うん、こうその道具を使い分けてもらえたらいいですよ ね、うん、だって僕だって小西だってラマさんだってイグちゃんだって板何本も持ってるでしょ。持ってます、ね、まあ、でもね、僕最近僕もそう思ってたんですけど、やっぱ一般の人ってまず滑りに行く機会ってそんなないじゃないですか。だから、例えば週に1回しか滑られへん人が、何選ぶってなった時に、今日はパウダーやって選ぶ人のよりも、やっぱ、パウダー外した時のことも考えて、結局バランスのいいオールラウンドボードを選びがちになってしまうんですよね。なんか。なるほど。それは僕が乗ってる板ですね。まさしく、TJ のクルーザーというか、ね。あれもこれもって言ったが人気だから、やっぱそのサポートされてるから、やっぱ僕らも容器あるとか、まあ何年もやってるから容器持ってるってもありますけど、やっぱ一般の人なかなか買えないから、そうね、結局汎用性の高い道具を必要になってくるんかなって最近、うん、そうだね、うん、そこはもう見た目自分は分かってるじゃないですか。ね、年ごとにいろんな板を買えばいいよね。同じようなも新しくするんじゃなくて。そうですね。売らずにね。うん。似てる板じゃなくて違う板買ったりとか、ね。そうそう。ツイン買ったら次の年ちょっとあのディレクショナル買って、その次はパウダー買ってとかって、こうやるといろんなとこでいろんな風に使えるもんね。そうですね。そうなるといいな、うん、楽しいですよね。あの、毎年。うんうん、楽しい。どの道具使っていこうかなって考えるのも超楽しいから。うん。ね、本当に本当に。確かに。今日はこれかなでしょ。今日はこの板かなみたいな。ね、うん。あれめっちゃ楽しいですよね。うん。天気予報とかも楽しいし。うん。僕逆も好きですけどね。今日絶対これじゃないよっていう板に乗るとか。なんでやそこがよう分からへん。それはもう、それはもう、イグちゃんが好きでしょ、それもう、その、自分にこう、ハードルを貸すタイプ。それあれよ、サウナで。これ、みたいな。逆ね。絶対この間外れだけど、うん、乗ったらどうなるんだろうって選ばないですけど、分かるわ。分かるめっちゃ好きな時の。いやいや。それなんだ。右足ゴミの人たち。そう。で、案の定外すって。そうです。やっぱりダメだなって。サウナで熱燗飲んだら死ぬもん。同じようなもん。そういうことです。そういうことです。いや、これ熱燗飲んだらどうなんやろうな。いや、分からへんで死ぬんちゃう。やはーってコーン。そういうタイプです。危ないよ。わかるから嫌だわ。何いいな、わさ。これ。あれっすね。うん
中島くんがコメント欄から消えてるっすね、いつの間にかね。もうそろそろってことかな。たっくんが、たっくんが来ないまま、この関温泉の話をあまりしないまま、2時間が経とうとしてます。あ、ほんとだ。小西くん大丈夫ですか？無理しといてや。今すぐんでも抜けれますよ、僕は。明日ね、ジャッジしないといけないんで。もう十分、十分やってくれました。中ちゃんには合図で行っちゃおうかな。ちょっと。もうな、明日も早いし、いい加減。そうなんですよ。こっち起きです。ね、中島さん、これ。60人。60人の半分か。ジャッジしないといけないんで。そう、明日、うちの、あの、アンファジのクルーがね、4人出るんですよ。そっか。おやべえ。スノーボーダーはかけるとかけるとネオ。ネオ。で、スキーヤーが、ナオミとジロー、うん。ナオミとジロー。ナオミとジロー。ナオ。マキタ。マキタじゃないよね。マキタじゃないよ。ナオミ。ジロー、ジロー。杉山。そうそうそう。杉山、ジロー。去年も良かったですよね、成績。その2人は。うん、二郎は優勝した。中島さん、ぼつぼつ来ますね。ああ、なんか今見ました。俺送ってなかったかな。フェイスブックの方は。ああ、そっかそっか。よしさん、フェイスブックで言われるが来るから。そうそうそう。あれって今日もなったっすって、ツイッターじゃないな。インスタじゃない。あっ、フェイスブックやってなんです。いや、なんかね、Facebook が一番パソコンで見てる確率高いかなと思って。うん。それで送ってるんですよ、いつも。なんか LINE だと、いや、なんか、これちょっとパソコンにもう一回送ってって言われることがあって。中島君が来てますよ。犬が泣いてた、犬が泣いてた。お、中島君来た。はい。お、今仕込んでんちゃいます？あ、違う、マジで。マジで。今仕込んでますね、多分。中島さん、じゃあちょっと小西君と中島君タッチ交代で。うん。ね。ちょっとあるよ、ご挨拶だけしてね。はいはい。まだダメなんね。うん、もうあと5分ぐらい。もうあと5分ぐらい。もう5分ぐらい。今なんか準備してあると思うわ、いろいろ。仕込んでます、今。ねえ。俺、まあ、あのバスタオルのやつ好きやったんやけどな、頭に巻いて。どんな、シュノーケルとかシュノーケルおもろいな、それ。あんま言うんやめといたけ。やめといたほうがいい。なんか、もう出落ち、なんか言ってきた、先に。ね、いや、もう絶対、もう絶対シュノーケルだわ。絶対シュノーケル。ドンキホーテルシュノーケル買ってってちょっと遅れましたとか言いそうやん。そう？なんやろな。絶対ドンキ寄ってきたよ。シュノーケル買ってきたよ。絶対。ウェットスーツにシュノーケルとかな。ああ。スモグリスタイルみたいなもの。ウェットわざわざ来たんですかね。だからね。だから時間的には。期待に応える絶対。ね、時間的にはもう帰宅してると思うんですけどね。いう時間だね。だから。だって、時間かかりすぎでも絶対仕込んでたよ。うん。仕込んでますよ。うん、どんな、絶対仕込んでどんな形で。この流れでも、もハードルがね、上がってるから。まさか、この流れでシュノーケルじゃなかったらどうしてくれよって感じ。まさかあのね、ザコシのあれじゃないでしょう、今回。いや、それはないでしょ。そうでしょ。それはないでしょ。あれはもう、あれもあかんでしょ。あれは。ねえ。あと、パックもないでしょ、さすがに。パックもないと。あのザコシのどんどんハードル上がってきますかね。もうで多分ウェットスーツだよ。とりあえずウェットにしのうから乗っこうかなって。スモグリ、スモグリ。ウェットスーツで早く買ってきたから足つったな。で、なんかタコとかも、ね、取ったどーって言ってやってくる。これはやばい。これはね、でも中島さんは毎回こういう。上がったハードルも超えてくる男なんで。そうよ。そう。超えてくる、ね。絶対今ね。絶対今汗で
焦ってチェンジしてるんですよ。いや、今多分あの席のあそこ飛ぶ前ぐらい緊張してます今手がどんどん減ってくる。これ受けんかったらどうしようって今多分めっちゃこう僕はね、こう中島くんがプッと入ってきたら誰よりも先に分かるのね、ここで。ああ。彼がどんな仕込みをしてたかっていうのをね。皆さんよりも、この5人さんよりも、パッと分かるわけ。だもう今日はそれが楽しみでね、中島くん。早く見たい、早く見たい。ねえ、早くおいで。正解はウェットスーツでシノーケルですか？シノーケルで着てほしいですね。今聞いてるよ、おかんしゅのけるなかったか言うて。のけるウェットスーツが。僕は俺の小学校頃、しのけるしないの。あんたそんなせいだ。なんか使うてたやろ、言うて。あの小学校の時に使うてたやろ。何でくんねやろな。もう、ねえ、もうハードルはもうピークに達してますよ。いや、もう。あとは、これは中島さんがスッと来るだけなんで。アラスカヒダやもん。アラスカヒダやですもん。アラスカヒダなんで。もうこれアラスカヒダうん。笑いのアラスカヒダを簡単に超えますからね。中島さんは。なかなか来ないますからね。700人。これね、なかなか。今ちょっとウェット頑張ってこうやって入ってちゃう。700人、721人。うん、もうみんなもう中島さん来んのがもう、なんていうの。ちょっと僕もツイート始めたからね。あの大阪の人裏切らないのか。関西人なめんなよ。これだけのメンツ待たせて裏切るわけがない。やばいなぁ、それ。もう多分あの関温泉飛ぶ前どころの騒ぎじゃないなあ、嫌やな、絶対嫌やわ。やばいで、ね、いなら。これも俺も絶対よう入らんわ、こんな。これちょっと絶対嫌。僕やったらもうおかん座らせて。いやーそれいいな。それ以外おもろいな。ゆうちゃん、それも潰した。うん、それもできんよ。もう一度面白いな、全部今のうちに映像いたろう。ゆうちゃん、それ準備したのに。おかんやばいね、おかんやばいね。おかんやばいな。近所のケンタッキーに行って、ケンタッキーのおじさん、たぶん今。もうそこまでするしかない。ちょっと借りていいですか。おかんネタ潰されたから多分横にお父さん話してるかもしれない。もうつがいでもう足らん言うておかんとおとんと中島さん3人でかもう謝るかもうめっちゃ出てきた。中島さん、皆さん、中島さん来ましたよ。皆さん、中島さん来ました。来ました。皆さん、お待たせしました。いいかな？お願いします。かっこいい。なんて。これね、知ってる、あの、はい、ドンキでね、4000円ぐらい。ドンキで4000円ぐらい売ってるから。あ、どうも。ライブ配信用のやつでしょ、それ。どうも。なんでそんな軽々と超えてくんの？あの、ライブ配信用の、あれですよ。ドンキホーテやろ？あの、あの、YouTuber 用のライト。オンエアとかない？え？オンエアみたいな。なんかこれ色変わるん？やばいね、リングライト。それでやってください。これね、うん、あの、なんか、あの、いつも、こうか。いつも、ちょっと待ってくださいね。これをこっちをこうしてやばいかちょっとここが痛いぐらい笑うたよ俺今あまりにもそれでかあまりにも軽々と超えてきたからここがもう超えてきた全然僕のボケつぶしも全部かわしよさすがやっぱちゃんこれさすがフォロワーさんがくれたんですよ
実は。あ、そう。何をなんですか。いや、なんか僕のそのライブ配信してる時のこのあのなんていうんですか、僕の映像だけなんか暗いって言われてたじゃないですか。ああ、インスタライブとかね。そうそう、インスタライブとかこれが暗いって言われてたから、なんか、うん、せっかくやったらって言って、なんか誕生日僕1月やったから誕生日プレゼントにって言って送ってくれた子がいたんですけど、なんかめちゃくちゃでかい箱届いて何届いたんかなと思ったらこれ入っとったんですけど、なんかサイズ感がわからんと、なんかアマゾンで注文して買ったやつをそのまま送ったらしくて18キロちゃうんですよ。でかすぎるんですよ。でもね、そのでかさが多い。スマホ3つつけれるんですよ。3つつけれるんですよ。キングピーナーみたいなって思ってるから。キングピーナーね。キングピーナーで、ここしかスマホないから。ここしかないから。あと、2つつけないから。通販でやばいな。そんなん持ってるの、ギャルピクとかしかいないよ、そんなもん。ちょっともう一回、あの、入りの角度にしてみてもらっていいですかね。入りの角度。入りの角度。これがね、面白すぎて。面白い。だって、よう見るもん、これ。見ますよね。この感じで、あの、インフルエンサーがやってる感じですよね、これ。うん。17ライブ。ライバーのやつもらったんやけど、ライバーみんなこれやってますよね、ライバーやってるでしょ。でも18インチでかすぎるんですよ。多分もう18インチでかすぎるんですよ。だってそれ俺の車のホイールと同じインチやで。そうだ。でかい方がね、18って大事。でかいよね。うん、なんかこう、プレゼントしてくれた子に、なんか、DM、なんか、送っときましたって来たんで、いや、それ、いや、ありがとうって言って、届いたら、バカでかい箱届いたから、何来たんやろうと思ったら、開けたらこれやったんですよ。なんか、大きさ間違えてないって言ったんですよ。大きさが分からんかったって言ったんですよ。いや、18インチって書いてるから、テレビでも18インチ、そこそこのサイズやから。自分のね、車のホイールサイズ考えたらね、うん、そうわかるね、バッチリ、ねえ、めちゃくちゃでかいんですよ。しかもこれバッテリーで駆動するんですか。いや、多分もう直で電源つながってます。あ、電源か。それバッテリーで駆動してる、はい、あの撮影で毎回持ってってほしいですね。ね、いやいや、もうでかいでしょ、こんなんで。ずーっとあの目ん玉に丸い輪っか映ってるよ、これ。持ってたってするじゃん。そうでしょ、これ、ここに丸い輪っか映ってるでしょ。ねはい。なんか多分、ちゃんとした使い方は、これ、向こう側に置かないとあかんですよね、多分カメラの。そうやね、カメラの。カメラの向こう側に置いて。そっちに置いてくださいよ。えパソコンの向こうに。一回パソコンの向こうに置いてみようか。うん、めちゃくちゃあるね。でも、それね、ちっちゃいの小西くん持ってるもんな。うん。俺も持ってるよ。これ、ドンキ持ってます。ミックスは使わんけど。このモニターにカメラがついてるから、ここ置けばいいんだよね。ね。そう。明るくなりました。明るくなった。バッチリ。はい。かわい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 い。嫌な人になりました？失礼します。これ、あ、こっちであれか。ライブ配信を開けといたらコメント見れるんですか。これでしょ、目の中にさ、丸い光が入らせてるの。そう。はい、目怖いかな。そんな見えへん。かわいいやん。これ、ありがとうございます。あ、ほら、丸でかくなった。でかくなった。あ、綺麗。あ、綺麗。あ、綺麗。怖い怖い。あ、ほら、目が、目の方、目に。目、丸い。すごい、なんか、一人だけすごい、クオリティ高い。なんか、すごいんだね。すごいですね。あの丸いライン。あの丸いの大事ですね。スタジオみたいになりましたね。なんか、めちゃくちゃ明るくなったね。めっちゃいい感じ。スタジオ。え、眩しくないですか？眩しくはないです、全然。全然眩しくはない。いい感じの光。すご。じゃあ。ただ、でかすぎて。これ、小西から。じゃあ、小西から。小西、寝ます。
おやすみなさい。すいません、遅くなって。ありがとうございました。うん、ありがとうございます。ね、ありがとう。おやすみなさい。お疲れ様でした。どうもです。おやすみなさい。おやすみ。明日 JF を見てね、みんな。見えんか。ほんまやけど。JF、あれ、中で見えんの、うん、楽しみに。あさっての大人の大会はなんかね、ウェブ投票みたいなのがあるんで。あ、ほんと。あの、ジャパンフリーライディングオープン。はい、チェックしてみてください、うん、また。ありがとうございます。はい、おやすみなさーい。おやすみなさーい。お疲れ様です。はい。わお、大きくなった、これで。いや、頑張ってくれた、小西くんな。めっちゃ眠そうな顔してた。明るさっき言ったもんだ。まあ、なんかめっちゃイグちゃんも明るいけど。あの、僕らもこれ。あ、あるんや。あるっす。あら。でも、こまいっす。僕はね、これぐらいやね。うん。ね。やってる。かわいい。かわいいっすよ。中島君、声が出てない。中島君、声出てないわ。いいっしょ、これ。ね、おしゃれでしょ。おしゃれでしょ。こうしとこうか。こうしとこうか。ね。これ、いいっすね、でも。綺麗っすね。ね、これ、うん、めっちゃ綺麗。これ消してみようか。これ消してみようか。これ消してみたらどうなるのか、うん。これ大丈夫。あの、今のボケ受けてました。結構受けてました。みんな。だいぶ、だいぶ。いや、僕大好き。中島さん、肌めっちゃ綺麗です。肌綺麗ですよ、私。え？いやいや、全然まだ。使ってる。ちょっとまだ、滑ってきたから、パウダーブロー使ってきたとこやから。シュノーケルいらんかった、うん、シュノーケルはいらんかった。ちょっと重たかったよね。ゴンドラ下行った。ゴンドラ下は行ってないっす。ちゃんとあの滑っていいとこだけ滑りました。あれ？ゴンドラ下って滑ってあかんや。そっか。やめか。やめか。ああいう、ああいう、なんか、ややこしいこと言うた俺。これはやめましょうか。ね、なんか、ゴンドラ手前のところを切って、こっち側に降りるみたいな。は、行きましたけどね。シューターっていうとこ行きました。シューターも、サミットも、ビーチも、全部入ったっすね。あれ、はい、全部全部行っていいっていうわけじゃないんやね、今。あ、なんかね、その時その時に空いてる場所は OK みたいで。ああ、なるほど。そうなんですよ。またいい、その時その時に空いてると。はい。なるほど。ちょっとおトイレ行きまーす。はいはい。わあ、何それ。萩の月です。はい。ハギの月買ってきました。ハギの月好き、僕。はい。一番のクリーム系ですね。笹かまぼこ。笹かまぼこ買ってきました。あ、どこの、はい、どこの、どこの笹かま、安倍かまぼこ店って書いてますね。お、安倍かまぼこ店。なんか空港で売ってました。はい。あれ、この前、あのライブ配信、あのままクラブハウスで、うん、あのなんかずっとやってたじゃないですか、ヨッシーさん。はいはいはい。あのクラブハウスがめちゃくちゃおもろかったですね。酔っ払ってる女の子のなんか話をずっと聞き続ける。ね。あれすごかったです。あれすごかったです。カオスだった、はい。めっちゃカオスだった。はい。ずーっとしゃべってた。あれ、めちゃめちゃカオスです。ずーっとしゃべってはったっすもんね。何が？ずーっとしゃべってた。あの、ヨッシーさんのライブハウス。クラブハウス？クラブハウス。クラブハウス。あの、クラブハウスあれ危ないっすよね。何が？終わりが見えへんな。そう、あの、入れる人間違えたら終わらないです。あの、まさにその状況だった。ね。すごい、もうすごい、ずーっとめっちゃ面白かったんやけどね、それが。めっちゃ聞いてました。一生笑ってた、あれ。ほんまに、うん、めっちゃ聞いてたんですけど、あれ、はい、僕が手上げて入ったら終わるな思って、そうやね、やめたっす。そう、僕もだから最近手上げるのちょっとやめとる。終わらん系クラブハウスじゃないから。うん。マジであるか、大変よね、クラブハウスって。
いや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 。中島さん来た思ったら50人ぐらい行くんと思ってたね。中島さん来た思ったマジで。それでも650人減った。中島さん来るってなった時ピークも750人行ってましたからね。50人行った。中島さん来るってなった時で今60人ぐらい増えて、そう、60人ぐらい増えた、うん、中島さんの登場につれてもどんどんぐーん上がってきて、ほんであの今パッて見たらもう、うんうん、だいぶ減ってはるなぁ思って何やろ寝落ち、中島さんの顔見たから寝落ち、そう、もう中島さんの顔見たしええわ思って、多分みんな帰りはね、でもすごい人数、俺の顔見たらみたいな。エルっしょ、600人。同時接続で670ってごっついすぎるよね。いや、すごい、うん。すごいと思うわ。すごい。本当に。土平日じゃん。あ、でも明日休みっすわ。明日休みか、うん。すごい。だから、ね。すごいよ。すごい。あ、萩の月凍らせても美味しい。そう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 。あの、ルイベね。ルイベ。ルイベで、ね、あ、言いますよね。うん、凍らせて美味しいって言いますよね。うん。すごいな。え、長島くん、もうビューンと行って、はい、ビューンと帰ってきたの？一泊で。一泊で、はい、そうっす。昨日と今日と。あー、すげえな。え、空港どこなんですか？はい。どの木？あれ、空港はね、ピーチが飛んでるから、関空と仙台。仙台か。うん、あ、仙台か。近いもんね、仙台。で、仙台からレンタカーで、不幸ないっす。2時間ちょっとぐらい。ね、そうだ、はい。うん。いや、懐かしいね、行きたいな。だから飛行機使うと僕らは結構いらんとかそういう気がする。そう、俺今回ニセコで思った。飛行機そんなにね。うん。あの LCC やったら、そんなに。安いし。ね、うん、あ、全然安いっすよ、多分だって往復1万ちょっとっすもん、うん、あ、安いっすね、それでレンタカー入れても2日やったら安い、 LCC やから、ね、それも1万くらいでしょ、そうですね、はい、4人ぐらいで行ったら全然ね、はい、そんなめっちゃいいやん、そう、あと今日はだから仙台のあのエクストリーム仙台ってショップあるじゃないですか、うん、仙台のやつね、うん、あそこの安田さんと安さんと、若い子、ゆうすけくんって YouTube を、そのエクストリーム仙台のショップの YouTube やってる子と一緒に滑りましたね。で、コラボしようっつって。うん。うん。いや、元気でした？で、あ、もう元気っていうか、もうあの人が一番はっちゃけてましたね。ああ、そっか。はい。いろいろ我慢して、いろいろ我慢して生活してんやろうな、じゃあ。はっちゃけ、はっちゃけてましたよ。ああ、よかったよかった。でも明日から多分ちょっと天気上がるんですよね。あの気温、気温上がっちゃうから。うん、ほんでまたドーンと。あんまり、なんか下がるっぽいですね。うん。そうとそうやって言ったらいいな。そう。多分今日、そうそうそう、今日が一番良かったじゃんから。はい。あの、レマさんとさっき話してて、僕、19、20、21と砲台木行くんです。あれ、中島くん止まった。すんごい顔で止まったよ。中島さん、すんごい顔で止まったよ。中島さん止まってるわ。フリーズしてるわ。僕止まってます。止まってました、今。止まってた、止まってた。うん、そう、さっきね、ラマさんと話してて、あの、19から、20、21と砲台着でレッスンなんです。はいはいはい。で、もしラマさんご都合よかったら、つって22とか23とか滑りたいって言ったら、なんか撮影をされるっていうことで。22ですよね。22かな ?23 かな、どっちやろ、わからへんけど、僕。たっくんとの撮影は、言ってましたね。月曜日です。22かな ?22 やね。うん。これちょっと僕、混ざるか、外から見とくか、なんかしら一緒に滑ってもいいですか？
あ、もちろん。あ、じゃあ、放題着になるんですか。あ、いや、それは分かんないです。僕そう、まだ場所は全然決めてないんですけど、そのたっくんと相談して、はい、もしよければ、放題着フューチャーしていただけるんであれば、もう、こっちが全面バックアップをして、いろいろ用意させてもいただきますんで。あの、じゃあ、あよし。ジューザの日本酒とかもありますよ、ありますよ。ジューザの日本酒、全然ありますよ。やったね。全然ある、もう、お酒めっちゃあるんで、こうみんなが。ジューザのお酒あるよね。すごい。あそこにお酒いっぱい並んでるんで。素晴らしい。はい、すごい。すごい。あ、じゃあ、あれですか、夜やりますか、うちでライブ。ほら。いいっすね。嬉しい、嬉しい。なんかそういうのも。ぜひぜひ。じゃあ、22日に放題着に行けばいいんですか。放題着、タック、放題着でいいですか。うち来てくれますか、うち。あ、全然、ね、あ、行きます、行きます、もちろん。ちょっと段取りだけしますね。ヨッシーさんはレッスンなんですか。僕は週末がレッスンで、2日間。来週日曜日が休みないやん。その次は、僕には、うちの。旦那さんが相手から一緒に滑りたいなと思ってたんで。あ、土日レッスンで。あ、そう。働いてくんないから。そうね、うちの。なので、もしよかったらと思って。あ、じゃあ、22日、放題着に行く予定で、ちょっと段取りしていきましょうか。月曜日。これ、公開で言っちゃったから、みんな来ちゃうじゃないですか。あ、そっか。もうだから、うん、あの、撮影終わったら、じゃあみんなで滑りましょう。来た人全員で。撮影終わったら来た人全員、うん、来た、放題着に集まった人全員で滑りましょう。あの、全員でトレイルカービング。DR やばくないですか、今日。あ、今日の DR 会、セッション会やったんですよ、今日。これやばいっしょ。俺買ったんですけど、呼ばれてなかったんですけど。普通にあれ買ってるんですけど、呼ばれてないんですよ。そうか。確かに。高人くん呼ばなきゃいけなかった。あれ、すごいっすね。俺もやりたいと思った。何人ぐらい呼ばなきゃいけなかった。何人ぐらいあったんですか。あの本当はもうちょっと40弱いたんですけど、すげえ、やっぱ緊急事態宣言とかこういうのも あって、まあ、23人ぐらいになって。すごいですね。ごっついな。でもありがたいですよね。ああやって自分のシグニチャーボードをこう愛して乗ってくれてる皆さんが集まって、こうそれだけでみんなでなんかニヤニヤしながら滑ってて。うん、すごいな。絶対面白いよ、そんな、うん。なかなかそうやってできる人いないっすよ。なんかこう、やっぱほら、宗教的な部分が。めっちゃ調子いい。ありがたいっすよ。本当にあれ本当にでもありがたかった。精神でつながるみたいな。だからなんかみんなで、その、うん、初めましての人たちもいたんですけど、その、あ、DR なんですね。あ、DR なんですね。僕めっちゃあれっすね。どんなセッティングですかみたいな。フリーズしまくってるっすね。はい。いや、いいな。そういうのは俺もできたらいいな。なんかアンパッチで。いや、でも、アンパッチ、今、急増してる。ユーザーさん、ユーザーさんみんな。やっぱりどうですか、ね、自分の店の真向かいに、はい。山岡屋っていうラーメン屋があるんですよ。ええ。そこのラーメン頼むと、サービス券、あの、1枚もらえて、うん、10枚貯めると、ラーメン確か1杯無料なんですよね。うん、はい。アンバッチも、なんか10着買ったら、なんかそういうセッションに参加できるみたいな。10セントね。10着買ったら結構すごい値段だけどさ。10着買ったら多分20万は楽してるこれ。それやばい。でも、ね、それやばすぎでしょ。いろんなこと考えてて、今。その、もの、まあ、うちはブランドだからものでしょ。もの、うん、の良さ、うんぬんっていうのの他にも、はい、いろんなこと、何かやりたいなと思ってて。うん。体験。はい。それはちょっと、準備しててほしいです。これや、これ、ほら。え何これ、ラマさんの DR。
うわ、すごいな。すごい、ずらって。全部全部 DR です。かぁ。それってもう、あの、すごい。車だよね、もう。車。86が集う。ああ、みたいなね。そうやね。それやろうかな。なんか、でもなんか、そういう、いいよね、そういうノリあったよ。そういうノリありました、その、なんか、あ、な、去年の DR で、あ、今年の DR で、みたいな。やろう、いきなり。DR もシリーズがあるから。うん、展示がまたやろう、いきなり。ダブルアレックスセッションだろうね。神田津でやろう。もうでもそれ本当にね今日やってみて面白かったです。そのうんみんなで同じ板乗ってるっていうか、で新しいな、そのイベントに参イベントっていうかそのセッション会に参加してない DR 乗りの人たちもいて、うん、え今日なんかあったんですかみたいな感じになって、うん、あそれいいなんか可能性を感じました。それしたい。もうそんなんね、ゆっちゃんとかラマさんとかコロナ関係なくやったらもうどえらい集まりそうですね。ああ、コロナなしでやったらえぐいでしょうね、なんか。ね。でもほら、ワクチンどうのこうのでもうバッとこう動けるようになったりしたらさ、できるでしょう。すごいね。そうですね。今日はでも本当に面白かったですね。やろう、それ。いきなりやろう。WRX、みんな揃ったらやばいんじゃない？やばいっすよ。もう。僕今、座幕に借りてるけど、それでもいい？あ、全然いいっす、全然いいっす。借りパク、もう借りパクよ。借りパク。あの、僕があげたらいいですよ。座幕は新しいに渡してるんで。持ってた、持ってた、この間。WRX、あれでしょ？ 5 万本ぐらい売れてるでしょ。そんなに売れてないです。5万本売れてたら、あの、もっと広い和室でやってます、これ。みんなをあの旅行に連れてってくれるんでしょ？もう全然、アラスカ、本物のアラスカヒダ見せてあげますね。5万本売れた。ね。いいね。うん、楽しみにしとこう。ね。いや、あれはマジでビビったっすね。あれはマジでビビったんだろうなっていう話をさっきしてたんですよ、中島さん。タックが一番、タックの感想が一番聞きたいって話してたんですよ。ああ、そうね、うん。中島さんが一番怖かったろうなっていう。いや、怖かったっすよ。怖かったっすよ、あんなん。だって、シャドウはまあ、シャドウもエグかったっすけど、やっぱり、あの距離、なんかもう、先見えへんすぎて飛ぶとかね。うん、あの 着地の感じ分からんから、なんかとりあえず飛んでみようでも飛べないしみたいな。いろんなことを考えすぎましたよね。そう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 。あ、落ちるやねんけど、落ちるやねんけど飛ぶっていうか、なんか、うん、どういう状況なんやろなみたいな。状況の把握があんまできてないまま、ずん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 いって、うん、うん。なんか、ラマさんは、口数減るし、井口はずっと楽しい楽しい言ってるし。そうそう、テンションの落差がね、すごかったの。そうそう。いや、口数減るでしょ。高人さんに聞いたら頑張りましょうって言われたし。超他人事。僕、撮影してるんで、頑張りましょう。だって、中島さんのサポートにプロスノーボーダー呼んでますからね。そうだね。そう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 。シャアもやっぱ経験あるからすんごい冷静だったもんね。いやもうめっちゃ冷静。ああ、ね、こっち落ちますね。落ちるって何みたいな。面白い。いやこそっちも行けないしこっちも行けないけどどうしましょうみたいな。なんかそんな冷静に言われてもどうしたらええのみたいなね。うん。あ行けますよ中島さんっつってそれを本当に信じていいもんなのかどうかっていうとかね。いやしかもあの人フロントフリップであの転がっていきましたからね、1回転して、落ちた後、コロコロンつって。いや、あの、アラスカヒダーのことか。ちょっと、あの、あ、舐めれますよって言ってさ、あのさっきシャー君がボンって行ったり。左行ったもんね。左が見えへん方に。はいはいはい、あっちにシャー君が全然、あ、中島さん安全ですって、ポンと降りたら、こけて、コロコロコロって転がっていったんよ。うん、実は。転がってた。全然こけてるやんってなって。そう、全然転がってるやんってなったから、全然あかんやんって。でも、
経験のある人たち転ぶのもなんか込みで転ぶからうまいですよね、なんか。うん、ああ、確かに。いっぱい転んだな。それはあるっすよね。なんか転ぶと今日1個分かったことがあるんですよ、僕。何でしょう、何今日、下等のスリーラン滑ってきて分かったことがあって、うん、あの、手持ち持ってたら全然釣り滑れないっす。ああ、難しい、うん。カメラ。難しいですね。頭やったら全然滑れるんですよ。うん、いきますね。これ持って50センチぐらいの持つだけで、うん。あれだけで全然ちゃうから。いやー、シャーさんやばいっす。やっぱ、そう。シャーさんエグいっす。シャークやばい。あの日だって僕朝一手持ちで、ヨシーさんとラモさん追いかけてったんですよ。ああ、言ってた。で、もうその時点で、あ、これは、そんなぬるい話じゃないと思って、うんうん、僕ヘルメットに付け替えたんですよ。あの日。じゃないと無理やったんですよ、ほんまに。そうやね。うん。そうやね。無理、そんな。あの両手を自由になってんのと片手になんか持ってんの全然ちゃうよね。だって、動かさないからですね、この位置で。うんうん。これで滑らなあかんからね。でも、もう腕で舵取らない。あれですよ、あの、みんな、そう、ほんまに。後ろにいる谷口隆とは、GoPro で撮りながら SBM フリーライン1位取ってますからね。それやばいっすね。本当に。それでリバースターのビッテリーやって、減速なしですからね。一応総合で7位か8位ぐらいだって、確か。ああ、全部ね。もう本当ね、もう異常だと思って、それを見てた、私は。だからあれ、サブロク持って、あそこ飛べたんです、ね。だって、高田さんはジャンプもあるでしょ。ジャンプも持ったまま飛んだんちゃうんですか。ジャンプも持って飛んだ。うん、あの、ボーダークロスで、ね、そうですよね。バンクでも持ってです、ね。うん、いやだから、その手が片方バランスが取れない状態なのっていうのは、本当、みんなやったら分かるよね。本当に。いや、僕もできない。ツリーなんかもとてもじゃないけど、ぶちゃなってます、ほんまに。本当。でもね、あの、マックス、この間、ニセコ行ったけど、マックスも滑ったの。マックスは、ね、大丈夫だった。なんだろう、あんまりこう向き気にしなくていいのかな。ああ、こう向いてないからね。うん、だからもうなんかこんななって滑れるし、マックスは大丈夫だった。あ、でも9無理。これはあかんでしょ。360度で撮ってるやつは大丈夫ですね。それも。9はあかん、ほんまに。それ無理。うん。で、1個。9はあかん。うん。シャーさんすごいっすね、そう思ったら。お前で。いや、シャー君すごいのよ。器用やわね。谷口さんも追っかけてましたね。手持ち持ったまま、だってそう追っかけてたから、小西さんのスリーランをあの速度で追っかけてたって考えたら、うん、シャー君すごいなと思って。すごい。うん。大中心が全然無理よ。大荒れも。後ろ取りもやったもんね。うん。あの、本当すごいシャー君。スリーラン。あれはやばい、マジで。うん。あれ、化け物やな。確かに。化け物、あれ、化け物。バグモン。バグモン。うん。白馬のバグモンやれ。うん。あいつね、俺この間電話したんやけど、折り返してきやがらへんねんけど。ちょっと用事があって電話したら、全然一回も折り返してきやがらへんねんけど、今聞いてたらさ、シャー。それはあかんな。シャー。あの、いくつ違う？まず、年が。お前小学校かなんかあるとき、俺も童貞ちゃうかってんの？何でもあんたの取り方なんですか？お前三輪車乗ってるとき、俺現車に乗っとったんやろ？そらそうでしょ。そらそうでしょ。寂しくて泣きそうなんだから、連絡しに来て。かかってこうへんって。めっちゃ可愛いじゃないですか。めっちゃ可愛いじゃないですか。そうなんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
すごいですね。スパチャが。今日記念ですからね、5000人記念。はい。もう言ってる間に6000いきそうですけどね。もうそう、今、5600?700 です。700ですか。はい。ありがたいことにね。ねで、ニセコ、まだ関温泉シリーズ終わってないのに、今度ニセコシリーズ始まったんで。はい。関温泉シリーズ あのバックカントリー編誰もアップせえへんから、もう全然全然。もうなんか、あ、これアップしたあかんやつなんかな思って。なんか、編集してきて、こうなんか確認何回もしなあかんのかな思って、なんか、もうめっちゃ怖なってきて、なんか、あれを使ったらあかん映像かみたいな。大丈夫なんですよ。ただただ手が回ってなかったっていうだけで。あ、僕もあの、それやってるのは、それてるんで、今。あ、やってるんですね。やってます、やってます。もちろんです。ただ、それより先にニセコのやつが出来上がっちゃったっていう。ああ、イグッちゃん側の飛んだやつの映像とかないから、ねえ、イグッちゃんの映像とか見たいけど、イグッちゃんどうせ、手回ってへん。待って。え、うん、編集待って。うん。待つよ。いや、もう人に振ろうかなぐらい思って。今、それどころじゃないの知ってる。うん、今、それどころじゃないの知ってるよ。いや、中田さん聞いて。今日サンプル上がってきたから。何？今日チェンジモード上がってきたから。あ、そうなん？うん。今日取りに行った。あ、今日ほんなら取りに行ったん？工場に。うん。うん。あ、そうなんや。めっちゃ仕事してるやん、ちゃんと。いやいや、もう、あれやで。あと4日後やで。展示会。あ、展示会、そうやな。そうや、確かにな。確かにな。で、それまでに、あの、去年も取った板並べて、あんなこと喋るやつ、背中やろ？YouTube に上げる、うん。そういうのも撮るんや。で、うん、あの、プロモーションの PV っていうか、その製品説明の動画も作らなかったでしょ。うん。で、うん、うん。これ代わりに喋っといてあげようか。この板こういう感じだよって。あ、そうしますよ。うん。お願いしていいですか。全然大丈夫で。トントンって叩いたら、大体どんな板トントントンって言って、トントントンって。いいですか、お願いします。調子に出たら何入ってるかで大変な、うん、大変やけど、あの動画編集僕最近全然してないんで、あの頑張ります、うん、はい、いやもう手が回ってないよね、うん、いやでも早くあの積極性を上げて、うん、今外注2人いますからね、2人あ、そうなんや、ん、外注2人います、今編集マン2人雇ってんの、2人に増えました、もうやばい、うん、お疲れです。すごい。それすごいな。もうね、でも中島さんだよ。すげえな。あ、そうですね。ねえ。あの、外注した方がいいっす。あの、たまに頼んでますね。うん。いやでもうん、確かにな。外、まあ、頑張れるところまでは頑張って、あかんくなったらちょっと頼むみたいなね。うん、だって移動中もやってたっしょ、うん、中島。やってたんだね。ねえ。意識高いでしょ、意識高いでしょ。めっちゃいい。それで、その絵が撮りたかっただけでしょ、たっくん。絶対そうでしょ。いやいや、帰りの車でもね、意識高い系、意識、じゃあ、ほんまにやってるから。俺、飛行機でもやって、車でもやっとった、ほんまに。結構エビっすよ、ね。やっとったんやけど、帰りの車でやろうと思ったら、あの意識高い系すぎて、なんかもう眠、めっちゃ眠たすぎて、データ入れてる間にも、なんか意識飛んでて、なんかパソコンが膝の上からなんかあっち行っとって、えらいことになって、もう寝てもってて、あの運転せえへんのんで、まあ編集ぐらいやっとこうんで、やったんやけど、全然寝ちゃったっすね。ワーカホリックですね。いやーね、で帰ってきて、今さっき帰ってきて、ライブ配信、僕もね、そう、ほんとね、ライブ配信も10日に僕が言ったのに、僕がゲト行ってる日やったっていう、あの事故みたいな、すいません、あのスケジュールがガバガバで、申し訳ないです。途中でっていうか、昨日、一昨日ぐらいに気づいて、あ、そうや、ゲト行ってるわと思って、やってもったな。本当でも、ライブをこの冬の間もずっと続けてること自体が本当にすごいなと思って。うん、いや、まあ、そのおかげで、確かに、それはすごい。ね、僕は。なんでなんですか？いや、すごい。でも、あの、ライブやった後仕事して、で、はい。これも寝ずに行こうと思って、店にね、
と、まあ、それはあの、YouTube でアップしたんですよ。その動画を、今日。うん、うん。今日動画上がってましたね。ええ、もしよかったら見てみてください。まだノーチェックでしたわ。はい。ね、寝坊した話ですか？そうです。ちゃんと見てる。ね、これあの、私最近やった。寝坊した。はい。寝坊したっていうかね、まあ見てくださいよ。わかりました。見ます、見ます、見ます。みんなの YouTube をチェックするのも、こう、込みでいくと、はい、はい。とんでもないですよね。足りないです。ねえ。全然見れないもんね。でも見ときたいじゃないですか。そうです。見て、その話したくなるじゃないですか。あれじゃないですか。みんなの動画をまとめたチャンネルを一個作って、もうハイライトだけを、ハイライトだけをみんなで送りつけて、それをまとめた動画をどんどん上げていくっていう。なんか編集した動画をその人に送って、その人が、今週の YouTube の動きはみたいなんで動画作って、何曜日に誰々さんと誰々さんが動画を上げて、誰々さんはこういう内容の動画でした。ぜひチェックしたら、みたいな、そういう YouTuber の紹介をする YouTuber が出てきてもいいんじゃん。なんかそれ、Twitter でそうなってた。ザモさん？ザモさん。ああ、ザモさんね。ザモさんはなんかスノーボード業界のことを結構ね。その人にお願いしてね。ザモさん、あ、でもザモさんやってくれそうですね。メディアよりメディアなんで。なんかジャンプみたいな、ジャンプみたいな感じなんですよ、今。もう。ああ、追えない。追えないんですよ。その、会話に乗れなくなっちゃうじゃないですか。そのジャンプ、一話抜けると。うん。先週のジャンプのジョジョ読んだ。そうね。だからこっちからがいいんですよ。もうやってない。読んでないわ。もう本当、他にも、スノーボードじゃない知識を貯めるための YouTube 見るじゃないですか。うん。いや、もう追いつかない。はい、追いつかない。うん。うんだって見る時間もつかねえ。ないっすね。クラブハウスも始まっちゃったからもう追っつかないですよね。もうクラブハウス僕やって、逆にやってないっすもん。一周して。一周して今私も朝しか聞いてない。うん。聞くもんないっす。ああ、もうあれね、やる時間とか聞く時間決めた方がいいっすよ。絶対。あんな、あんなもう常になんか毎日やるもんとかじゃない。危ない。うん、あれでだって編集めっちゃ遅れたっすもん。うん、ああそうよね。なんかやりすぎて、あっちにちょっと手取られすぎて。うん。あのね、喋るって結構、やっぱ考えて喋ったりとか、そう、うん、なんか話聞きながら喋ってっていう受け答えをするじゃないですか、ラジオ感覚で。だから、うん、ほんまに、これを同時にクラブハウスやるって、前、ヨシさんがやってたやつあるじゃないですか。はいはいはい。あれはめっちゃいい感じだと思うんですけど、ほんまに YouTube ライブを同時にクラブハウスでも、声だけをやるみたいな。はいはい、なんでかっていうと、YouTube ってバックグラウンドで動かへんから消したら止まるじゃないですか。でも、クラブハウスはバックグラウンドで動くから消しても、うん、そう、耳で聞いてるだけやから、聞く側はすごい、とっつきやすいっていうか。だから、それはそれでいいんですけど、あれやってもたら、その喋る側は、あれだけをやったら、もう結構時間取られて、結構何のあれもないから、一周回って、あれは今やばい。運転中しかやらない。あれはやばい、マジで。一人の運転中だけやろうかなって僕思ってます。うん、あれ、パケットとかって結構取られるの、うん、LINE 電話ぐらいじゃないですか。いや、わかんないです、わかんないです。ね。多分だから、でも YouTube を見てるよりは、YouTube のライブ配信を見てるよりは、多分声だけなんで、そっちの方が低いと思いますけどね、うん、消費量は。パケットの。そうですね。うん、これだけだもんね。そっかそっか、ね。うん、そうなんですよ。僕、LINE モバイルだからね。はい。怖くてね。うんうんうん。怖くて、パケットなくなる。いや、僕も Y モバイルなんで、あんまりやり、そう、そうなんですよ。ね、もうギガ死するんでね、速攻。もう早くアハモに変えたろう思ってます。ああ、そうっすね。うん、そうなんですよ。いやいやいや。お、なんか22日休み取りますとか、いろいろ、いろいろやばいやばい東大義やばくなるねえ
放題の駐車場満タンになるんちゃうし。月曜日、僕、放題駐車場行ったはいいけど、出口どこや分からんようになったことあるっす、ね。あれね、あの、入り口制限しました、ね。そう。あれ、どこから入ったっつって。え、たっくん、どうしますか？前の日来ますか？前の日か、朝一か、どっちかで移動します。前の日来るんだったら、宿用意しますから言ってください。移動距離いいっすよね。あ、わかりました。ハードやな。めっちゃハード。めっちゃハード。体壊すんじゃないかっちゅうぐらいハードの中に。日帰り？いや、でも新幹線で移動して新幹線やから、そんな別にあれなんですよ。車でじゃあそんな何時間もかけてじゃないから。いや、でも、まあ、割と行けるんですけど。どうせ編集するんでしょ？いや、あれ。そう、東京、群馬な感じやと思うけど、で、いやね、あの、昨日それこそクラブハウスやってて、イケシン君と話してたんですけど、あの、サンダーバードはめちゃくちゃ揺れすぎて、編集できないんですよ。僕、あの、関温泉の帰り、サンダーバードで帰ってきたんですけど、サンダーバードめちゃくちゃ揺れて、もう、酔うんすよね。編集してたら。あスノーボードの動画とか編集してたらめちゃくちゃ酔うんで、で、あの、行きの、今日の飛行機もめちゃくちゃ揺れて、もうほんまに吐きそうになってやめたんですよ、編集してて。で、新幹線は一番編集しやすいよねって話になったんですけど、新幹線は居心地よすぎて寝てまうんですよ。だから結局編集でき進まへんっていう。なるほど。新幹線はもうあるあるなんですけど、めちゃくちゃ居心地が一番いいんですよ。広いし、距離取れるし、揺れへん、ね、シート倒せるし、揺れへんし、いっちゃいいんですよ、電源もさせるし。一番編集にもう最適な区間なん、あの空間なんですけど、あの居心地よすぎて寝てまうっていう。で気づいた時には東京着いて持ってるっていう。そんな風になるのかな、じゃあ今回も。いや、なると思います。僕は、まあ、帰り、僕は車で、あのデータ、あ、車で行くんですか、吉さんは。僕、あの、横浜からそのまま。ああ。あ、え？もう出つっぱりなんですね。連日ですもんね。うん、だから僕は18とか19にちょっと滑ってって感じかな。うん、ああ、うん。ははは。展示会ですもんね。そうですよ。イグちゃん行くでしょ？います。え、今回隣じゃないですか、なんか。隣じゃないですよ。隣が空いたって聞いたんで。うん。隣じゃなくて、その前の道路。ネイティブの初回ですか？かなぐらいかな。うん。うん、です福山さんの前ぐらいです。うん？福山さんのところの前ぐらいですか、うん、前か、その蓮向かいか、どっちか。いや、今日、福山さんとこのバッグ借りていったんですよね、今回ゲート。うんうんうん、あれめちゃくちゃいいっすわ、あれ。あれよ、そこ、ね、あれいい、サイズ13リッターやし、ヨッシーさん使ってるやつでしょ、あれ。13リッターのやつ、ちっちゃいやつ。あれ、僕の13だったかな。エロ本入ってたやつでしょ？もうちょっとあるんじゃないかな。エロ本入ってたやつ。そう、エロ本入っとったやつ。エロ本とコンドームと、なんか、あの、なんちゃら王みたいなやつ。精力剤みたいな。そう。いや、ヨッシーさんが、使ってて、あれ、ええなと思って、僕、買いますよって言って、連絡したんですよ。うん、欲しいんですけど、うん、ゲト行くし、送ってもらえませんかって連絡したら、完売してても、今シーズンが。そうなんだ。そう、ほんで、来シーズンモデルがもう一応サンプル上がってきてるから、それ貸すわって言ってくれて、貸してもらって、うん、で、まあ、明日また送り返して、展示会やからって言って、送り返すんですけど、うん、いや、あれいいなと思って、絶対買おうと思う。うん、あれ13か。まあ、でも13使い勝手いいかもね。僕20ぐらいが好きなのかな。うん。あれ20ぐらいじゃなかったかな、僕のやつ。あ、あれ板も、何個でかいやつ。うん、多分、板も知れる。ね。うん、あれいいですね。面白い。もちろんですよ。そう、なんか、ヨッシーさんと小西さんが、リュック背負って滑ってんの見て、あ、かっこいいなと思ってから、ちょっと、やっぱ、なんか重たい感じがするのと、どでかくなる感じがして嫌やったんですけど、なんか、ヨッシーさんの見てるとめっちゃスマートやし、あれぐらいやったらええかなと思って。ね、うん。うん。なんか、ゲームでからちょっと。はい。あ、そう。薄くなるのがいい。そう、ね。こう、厚みがないから、あれめっちゃええなと思って。うんうん、いいよ、うん。ぜひ皆さんも。だから、あれが社員、
社員オブファイン。レインは、レインは社員です。レインは社員。レインは社員。社員ですよ。雨天決行という意味です。これ、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 うん。このロゴのやつ。どんな天候でもっていう。めっちゃ検索するんじゃないですか、今。このロゴのやつね。めっちゃ検索してもね、あの今売り切れとんすよ。レインは社員のバッグ。あ、そうですか。そう、だからバッグ類が全部完売してて。いいじゃないですか。俺も持って。俺もこの前バッセル行った時に買ったんやけど、あのこういう小分けにできる。そうそう、あの小この洗濯物とか小分けにできるやつ。あの展示会で見てこれ。あ、そう、3つパック。うん。あ、ラムさん、展示会来られる？行きます、行きます。2日間います。いつといつ？あ、もう一回聞こえなかった。日にちはいつですか？え、2日間ですよね、インタースタイルって。え、3日間ですよ。あれ？ 3 日間？ 16、17、18。あれ？え？ 16、17、18。いつになってる？私。チャンさん。予定把握してないけどな。それ、高田君と。いや、マネージャーいてるから、もうマネージャーがいてるから、大丈夫でしょ。もう一回。16、17いきます。ああ、じゃあ最初の2日間ですね。最初の2日間です。2日間って聞いてたけど。3日目合ってないようなもんですよね。言うたら。もうだいぶみんな。もしかしてあれちゃいます ?BC さん側はあれなんちゃうんですか、あの、あれでしょ、隣でやりはるやつじゃないですか。ああ、そっちだ。あれ、あれやらないんじゃないですか。じゃあなんかで、結局多分なんかちっちゃく縮小して何件かで少しだけ多分やるっぽいこと言ってたよ。あ、やってんやね。古典みたいな感じで、その JC じゃなくて。そっちの2日間のスケジュールだけ渡されたから、そう、わかりました。インターは3日やけど、多分そっちは2日なんじゃないですか。ぶっちゃけ2日でいいっすよね、あれ。ぶっちゃけ。まあ。もう、3日目なんか、来はるとこはあんまないっすよ。まあ、2回目とかね。ないんや。で、ちょっと、あ、コスト下げてほしいわ。よしさん、あの試着会いつやります？ああね。はい、また連絡してもらったらあれなんですけど。もちろん。あのタイミング、結構みんな問い合わせすごくて、あの今日も下等で滑った人も、あの、うん、絶対アンファチ来シーズン買いますって言ってくれてて。あら、嬉しい。そう。ちょっと、あれやね、どっかの週末かぶらしてとかになるのかな。週末でもあれじゃないんですか、レッスンとか入ってはるから、週末かぶらせる。そうや、そうや、それほぼんと忘れてたわ。だから平日やね。僕は行けるのは平日かな。うん、そうですよね。うん。だから、ある程度、こう、1週間ぐらい借りさせてもらって、うち2日でも1日でも、ヨシさん来てもらって、その日に来れる人は呼んでみたいな。了解する、了解する。ちょっとその、はい、あの、レンタルの日程も。あ、そうですね。どれぐらいまで、うんっていうのもちょっとまた決めます、はい、そうですね、ぜひ行きたいわ。で、あのメイドさんがいるとこ行きたいわ。メイドさんがいるところの店の向かいのあのシューマイを食った時から話してますからね、 YouTube やりましょうって。そうよ、うん、そうそう、うん、でそれがもう2、3年前。はい、そう、メイドさんのいるところで食べたいって言った。そう、メイドさんのいてるところの向かいのシューマイ屋さんで食べたんですよ。あれは。メイドさんのお店では行かないんですよ。うん、だから、メイドさんのお店にも行きたいって僕は言った。行ったことないから。あんなとこ行ったことないから。あんなとこ行ったことないです。よう入らんさんなん。よう入らんいや、でも僕一回ね、メイド喫茶行ったことあるんですよ、宮城で。友達が。マジっすか？そう。行ったことある、みんな行ったことある？ないです。ないです。あ、本当？あれ？なんか、ノリで行こう言うて。うん、俺もそう、ノリで行こう。恥ずかしくないですか？なんか。いや、それがね、最初恥ずかしかったんだけど、なんかね、メイドさんと隣のシートのお客さん、男の人が、鉄砲の話をしだしたのよ。うん。で、それに、ぐいっと引き寄せられて、でもその客と俺が鉄砲の話でうわーって盛り上がってたの。めちゃめちゃ盛り上がってた。そしたらね、メイドさんに怒られた。
そりゃそうでしょ。私たちが主役だから、うんうん、そのお客さん同士で盛り上がるのはやめてくださいって言われた。へえー、そうなんだ。テッポの話。テッポの話すぎたの。あそこはだってあれですよね、写真撮ったり、なんやかんや、してもらったりで、お金をさらにチップ払うみたいな感じの空気ですよね。なんかオムライスに、こう、ケチャップ。ああ、そう、なんかそんなんすよね、そんなんすよね。あったよ。絵描いてもらうじゃないけど、あんなんすよね。それが何百円とかね。写真撮ったり。はい、はい、はいはい。インスタントなんかじゃんけんしたりさ。はい、うん。もうね、何を楽しんだの、こいつら。で皆さん、明日は滑られへんのですか？もう明日は滑りには行かないんですか、皆さんは。滑りますよ。僕ちょっとまだ見て。あ、ラマさん滑るんですか？明日また DR セッション会があるんで。おお、素晴らしい。やば。ああ。ちょっとじゃあ、2日間開催。やばいね。素晴らしい。今日12時ぐらいまでにしときましょう。ね。もうそろそろ。わかりました。もう11時45分なんですね。はい、そうですよ。大丈夫ですか？もうこんな時間じゃん。皆さん、本当に。YouTube 危ない。YouTube 危ない。クラブハウスぐらい危ない。クラブハウスぐらい危ない。いや、もう喋りたがりが集まってるから、ここは。絶対。ねえ。でもね、喋りたいことって喋ったらあかんことやね。なんかそれが。まあ、それは。これ YouTube 終わって、その配信だけ止めた後に残りたい人残るってどうですか？ああ、もちろんもちろんもちろん。クラブハウスでもいいよ。クラブハウスあかんやん。もうまた公表してもうてるやん。あきませんやん、それ。あれはだってでもアーカイブなしでしょ？そのまま消えるでしょ？あ、残んないです。アーカイブなし。じゃあ、残んないです。じゃあいいんじゃないの？なるほどね。まあ、ちょっといきなり映像メディアから音声メディアに変わるんですか？むちゃくちゃですね、それ。ねえ、ねえ、でもなんかクラブハウスをこう活用してマネタイズするみたいな、なんかそんな部屋があったりするじゃないですか。ありますね。ありますね。ありますね。ミュート反応がよく分からへんけど。うん。あんな見るすか？あんなみんな聞くすか？全然。あんまり。たまにそういうとこにポキポキさんがいはる。ああ、ポキさん。ポキは結構すごいですよ。興味ある部屋があっても、これに入って聞いてる自分が見られるの嫌やなってことも入らないです。ああ、なるほどね。ちょっと興味あっても、なんか、いや、いいわって。その、入ってんの見られるのも嫌やなって。そうね、その、大名。ぐっちゃん、あれ聞いてたでしょってな。何？あれ聞いてたでしょって思われるってことやもんな。そうそうそう、ぐっちゃんのアイコンがポンってなったら。僕、これが逆に、その部屋に入ってる俺がかっこいいと思って入った部屋が、うん、日本のチーズについて語る部屋みたいなのがあって、なんか逆にその部屋に入ってる俺かっこよくねって思って、チーズそんな結構好きやから、ちょっとチーズの話聞いたけど、ガリガリチーズのピンはどうのこうのみたいな、すごいマニアックな話で、全然わからんけど、この部屋に入ってる俺かっこいい。めっちゃいい。部屋の題名で自分がどう見られてるかを気にしてるってことでしょ。ああ、そう、そうね。俺も、だってそれちょっと、気にしてた時あって、瞬間的に、はい、大臣さんばっかりの部屋に入ってたよ。あれヨッシーさんって英語喋れんのって思ってもらえたもん。はい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 。理解できるのってやつですね。わかります。全然わからへん。なんか、よう題名見たら、なんか窓ガラスについてみたいなんだ。だから全然わからへん。そんな見てへんや、入ること。わかる。はいはいはい。意識高い、意識高い。意識のその高さが、その、貪欲さっていうよりも、その、いや、俺こんぐらい趣味で普通に聞くけどぐらいの、その、ね、そうだね。なんだろう、めっちゃいける。めっちゃいける。センスを表現するっていうのが、ね。そうそうそう。俺チーズ好きやしみたいな。なんか、ね、そんなのです。なんか。なんかいいよね。全然わけわからんと、英字新聞持ってるみたいな、そんな感じだよね。もう、それ系です。それに近い。それに近い。なんか、ようくるんでくるかな。なんか、くるんできたもんみたいな、英字新聞でくるんでて、なんかそああ、英字新聞読んだはんやねって思われたいっていう感じだね。日本の新聞社とね、
ちょっと。そうそう。なんかね。ちょっと関わる。通すことが嫌やん。演じシンプルだけど、だいぶちゃいますよね。だいぶちゃうよ。だいぶちゃう、だいぶちゃう。何書いたのか分からへんけど。かっこいいな。でも相当意識高い系を意識、高く意識されてる方たちがいっぱいいますよね。ねえ、うん、いや、そうでしょう。本当に。もう、互いに意識高い者同士上がっていこうっていう空気感が今漂いまくってますもんね、あれには。いや、もうめちゃめちゃ、めちゃめちゃ出てますよ。出てます。あれはでもどうやったら真似たい？どうやったら真似たいっていう。いやー、わかんないですね。いや、例えばですけど、僕、これ言っていいんかな？言っていいよ。もういや、例えばですけど、クラブハウス限定の物販とかするんですよ。あ、物販あとか、あとは、クラブハウスに、その、自分の、インスタとかそういうので、アップルページの、PayPay とかの、あれでも、支払いを受け付けて、で、質問に答えるとか、会話に参加することに、あれを払ってもらうとか、はいはいはい。レッスンとかね、会話のレッスンとか、うん、そういうのをしたりとか、できますよね。うん。この設定があるんですね。いや、もう、それは別の SNS でやり取りすれば、そういうことか。はい。まあ、まだね。まあ、あくまでも、クラブハウスは、実装されてないもんね、お金は。そういうのできますよね、普通に。そう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 、そうよね。その可能性をみんな見てる。ね。ああ、いやでもあれめっちゃ時間取られる。俺、ニセコ行ってやろうと思ったんですよ。クラブハウス、ライブ、なんかライブじゃない。はいはい。はいはい。ニセコ来てんねんって自慢したいから、なんか意識高いでしょ、うん、はい、意識高い。めっちゃ意識高い。めっちゃ意識高い、それは。え、なんか、意識高い風の部屋の題名にすれば意識高く聞こえる気がしますけど、例えば、ニセコの雪質について語るとか、その、ちょっと。あ、でも、そうやね。そうやね。あ、だから、インバウンドが来てたニセコリゾートの今後についてとかね。あ、そうそう、ちょっとそういう、なんか、その、うん、散歩ぐらい入り込んだ題名にしたったら、その、うん、意識高い風になるから。なるよね。意識保てるの5分ぐらいだと思うわ。そう、もう関係ない話してますよね。もう関係ない。銃の話してるでしょ。銃の話。銃の話出すでしょ。お前ら AK って言うけど、俺ら昔アーカーって言ってたんやぞ、とか。お前車の AMG って言ってたやろ、ベンツの。うん、俺ら昔アーマーゲー。アーマーゲー。そういう話しかできない。はい。そうなの。オークリーかオークレーかみたいな。そうそう、そういう感じね。すごい。そっか、ラブハウスな。じゃあ、このライブ終わったら僕ちょっと意識高い。クラブハウスの部屋建てるんで、うん、マジでいやもうすでに建ててる人がおった嘘寝かさっきやんもう寝かさっきやんじゃあもうこれ終わったらクラブハウスで皆さんお会いしましょうあったったった入ったったほら何やばいやばタコトさんやばいやん健康な水について語るわけわからへん。これオープンにしましょう。これオープンにすんの？これオープンにしましょう。あ、クローズやってんか。うん、これ今クローズだ。うん。そういうのが。だいぶやばい、この部屋。そういうのができるんやね。ないよ、そうですね、高とか。ないよ。うん。メイクがモデレーター、あれか。クローズの部屋でやってるから出ないんですよね。ああ、そっか。なるほど。はい。オープンタップで、はい。できます。でエブリマンです。エブリマンです。はい。わ、でも400人。だいぶ意識高いんで、ここに入ってる人は多分、もう、あ、クラブハウスさんやな、みたいな。すごいんだよ。めっちゃ入ってきたよ。入ってきたよ。めっちゃ入ってきたよ。え、タカって、その部屋見つかんないんだけど、どうしよう。見つかんない、僕も。本当っすか。一回スクロールして上にチャージしたら多分行けます。リロードしたら。あ、なんか来た。タイと、あ、来た。集まれ昭和スノーボーダー。はい、こっちだ。あ、来た、来た。集まれ昭和スノーボーダーも意識高いな。昭和の意識高いな。これ本当どうするんやったっけ？どうするんやったっけ？これ入ったけど。どうするんやったっけ？いや、もう。手上げるんですよ。手上げるんです。あれ？クラブハウス入った。声聞こえなくなっちゃった。こうや、そうや。あ、これで聞こえるっていうね。
はい、ナモさん今ライブと、ああ、そっかそっか、うん、じゃあ後ほどですね。それを教えてください。これどうしよう、うん、YouTube ライブの方の音が聞こえなくなっちゃった。うん、あのもうね、あ、聞こえた、11時55分なんで、そろそろ、はい、終わりさせていただいて、はいね、次は1万人の時ありますか。1万人ですか、次は。次1万人、ものすごく遠いけど、そうしましょう、頑張ります。じゃあ多分こっからまたすぐ早いと思いますよ。いやだってこれ7500人とかやったらもうすぐ来月ぐらいになったらもう7500人になってて、あのすぐやらなきませんやライブ、またほんなら、うん、だから1万人ぐらいがちょうどいいんちゃいます。わかりました。じゃあ僕あの今シーズンの目標5000人だったんですよ。いやもう余裕の突破じゃないですか。うーなんで次の目標。いやおめでとうございます本当に。あの1年ですよね、1年経ってないんでしょ。去年の4月かな、はい、スタートしました。で、5000人ですよね。で、はい、でも、スタートして1ヶ月ぐらいちょっと病んでました、僕。なんでですか？いや、僕あれですよ。ああ、なんでやんの？なんでやんの？反応もないし、なんか。チャリンコと釣りやからでしょ。うん、いや、チャリンコはそうだけど、あの、釣り、釣り、僕大好きな釣り、釣れない釣り動画っていうの、はい、タイ受けると思ったら全然受けないし。はい、ヨシさん、あの時はチャンネル登録者数少なかったじゃないですか。うん、何十人とか。そうですよね。だからその今年の春からの釣りのシーズンになったら、やっぱり僕もやっぱ一緒にやりたいし、やっぱそこはあの頑張りましょう。や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 りましょう。チャリと釣りはやめたらあかんのでしょ。うん。やめへん。再生数が取れへんくてもやめないっていう約束やったじゃないですか。そう。約束したじゃないですか。そこは僕はファンなんで、僕はファンなんですよ。ありがとうございます。あの、ヨッシーさん、ヨッシーさんも。ほら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 、ほら、ママチャリオフロードは傑作やった。いや、そうなんですよ。評価は爆発的に高いんですよ。評価が高いのと、再生数がつくのはまあ、比例しないから。行きたいですよね、ママチャリオフロードしてね。ママチャリ買って。うん、でそのままあやりましょうやりましょう、行きましょう、ママチャリ乗っていいか。結構あるな。山何個越えなあかんね、長野から飛騨までママチャリで行ったら山何個越えなあかんね。あのアボ峠越えなあかんよ、うん、それはしんどい。そうちょっと嫌だ。しかも無駄でしょ。チャリンコも釣りも続けてください。ってきてますもん。ありがとうございます。ちょっとじゃあ頑張ろう。ママチャリオフロード行きたい。はい、いや、オフってね、好きなことあげたらね、もうフォローを外しちょるからね、みんな。もう、それだけは僕も覚悟して、ね。チャンネル登録が減るっていうね。そう。でも、もう、しゃあないから、もう、僕が倉庫いぐっちゃ始めたんで。なるほど。好きなことだけをする。俺もサブチャンネルしようかな。ね、俺もサブチャンネルしようかな。中島さん、サブチャンネルあるじゃないですか。猫の動画上げてるじゃないですか。いや、それもう言うたか。大丈夫、大丈夫。大丈夫。それ言うたか。そのチャンネルに、それ言うたか。秘密のチャンネル。もう猫、猫飼ってない、猫飼ってないからもう言うたか。もう猫飼ってないから言うたか、それ。それライブ配信言うたか。ほな、寝ようか。寝ようか。じゃあもう5年8分やから、ちょっとライブハウスで聞かせてね、多分ね。うん、ありがとうございました、皆さん。このままね、クラブハウスに移動ですね。クラブハウス行きますんでね。はい、クラブハウスはもう今、健康な水について語るっていう部屋がありますんで。わかりました。じゃあ、レッドブル飲みながら行きますわ、健康な水について。僕は、かっこいいと思ってるお茶なんでね、これ。私も、はい、これ飲んでますから。健康な水について語る。はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。ゆきさんも、中島くんも。すいません、遅くなって。皆様、お待たせしました。また、またですね。1万人ですか？来週も。そうです。次は1万人記念ライブということで、それまで頑張りますので。あ、中島さんに18日送った人がコメントしてる。皆様、強めた。続きよろしくお願いします。
また見てくださいね、皆さん。よろしくお願いしますよ。中島さんの映像がかっこいいね。なんかやべえ、また携帯落としちゃった。また携帯落としちゃった。18インチ強いわ。火力強いわ。ね。うん、どうだろう。はい。いや、なんか背景が白いのがまだ意識高いですよね。そうだよね。意識高い。はい、じゃあ皆様。おやすみなさい。おやすみなさい。はい、またお会いいたしましょう。来週。ありがとうございました。どうも、お疲れ様です。ありがとうございました。おやすみなさい。勝ち。勝ち。